腹いっぱいだね。はいどうも、ワドツでーす。どうもどうもどうも。あれ、あ、これだ。どうも、あれなんだこれ、なんかおかしくね。なんだこれ。はいどうも、ワドツでーす。どうも、アドツでーす。おいっす、おいっす、酔っ払いでーす。どうも、酔っ払いでーす。ダメだな、久々にビールは酔っ払うな。酔っ払うわ。めちゃめちゃ酔ってるよ。酔っ払ってまーす。どうも。いや、ビール一本でね、酔っ払っちゃってね、ちょっとないわーと思ってるんだよね。ビール1本でちょっといい感じになってます。温泉はねこの後入るから、あれっす、まだっすね。はい、ワドツー、ディオブランドいらっしゃい。いや、エヴァンゲリオンね、もう他の人見終わっちゃったってよ。もう見終わったって。どう、ディオブランド。温泉はまだ入ってないね。ご覧の通り飯食い終わったところだね。旅っすよ、旅配信ですよ。いいね。突発的に入ったんだけど。あれ、みんなワドツごめんね。ただね、ここで食うタイプのあれじゃなかったから、急遽だったら別部屋で食べるタイプだったから。見終わったってこと？見たってこと？見終わったってこと？ワドツすぐ取れたよ。取れた。カズありがとうね。助かったよ、カズ。ありがとうね。いろいろ案内してくれて。なんだろう、これ文字が潰れてるように見えるんだけどな。なんだろう、もう飯食ったよ。あれ、なんか見づらいねこれ。あ、これコメント見れなくない？これじゃどう、コメント見れてる？何やこれ、なんでこんな潰れてんの？コメント見れないよねこれじゃ。文字、何やこれ、コメント見えないよね。これどうすりゃいいんだろう。ちょっとコメント欄が機能してないな、これじゃ。潰れちゃってるね。今日は黒の方がいいのかな。ちょっと待ってね。黒に設定変えてみようか。黒の白にしてみようか。襖とかね、相性があるんだろうね。ちょっと待って、今変えてみっから。これでどうだ。こっちの方が見やすい？こっちの方がまだ見えるかな。なんか潰れてるね。何なんだろう、襖とかぶってる感じかな。まあこれでいっか。ちょっと設定が難しいけど、まあいいんじゃない。白より見やすいね、ちょっとね。まだね、使いこなしてないんですよ、機材を。ちょっとこれ赤にしてみようかな。ちょっと試させて、ごめんね。まったりいきましょう、まったり。まったりやりましょう。これで赤にしてみようか。ほい、どうだ。赤の方が見やすいかな。設定、赤黒の方が見やすそうだな。これでいこうか。これでいこうか。これでいきましょう。そうなんだよね、色の兼ね合いがあるから難しいんだよね。赤じゃなくて青か。青だな、この中の色だと青だ。ちょっと待って、青は多分これで、多分青でいけると思うよ。青が一番見やすい気がする。ブルーの配色ないから、これで多分ねバッチリっすよ。
微妙。ファイヤーかな。 あれ微妙だな。なんか悔しいね。これか。これはいけると思ったんだけど、これか。あ、これだね。これでいきますか。そうなんだよ、難しいんだよ。これでどうですか。まあまあ見やすくなったんじゃないかな。楽しんでるっつうか、観光はまだしてないからね。移動して飯食って、それがさ、びっくりしたんだけど、みんな知ってた？ネギくっそうまいんだけど。いや、なんかその出されたもの、地元のうどんとか、ネギにびっくりした。ネギと、ネギ。ネギ、こんなうまいんだね。群馬のネギって。知ってた？みんな。ネギうまいの。超ビビったんだけど、ネギのうまさに。ネギ、群馬の。なんだっけ、下なんとかネギ。下なんとかネギ知ってる？みんな。いや、びっくりするぐらいうまかったよ。ネギって叫んだもん、俺。で、天ぷら別注文で頼んだんだよ。で、その天ぷらの中にさ、俺が前さ、配信で散々話してたクレソンが出てきたの。で、のんちゃんに食べてこれだよって。のんちゃんって、これが俺の言ってたクレソンだよって。のんちゃん、あれだよっつって、ああ、美味しいって言って。で、速攻、もう、なんつうの？女の人呼んで。あー、ちょっとグザったな。ちょっと待って。色やっぱ黒だな。ちょっと待ってね。で、そのクレソンの天ぷら、やっぱ山菜って言ったらクレソンじゃないですか。で、俺クレソンの天ぷら昔食ったことあって、すげえうまいから、一口食ってこれだと思って。なんだよ、ぐちゃぐちゃになんだ今日。ちょっと待ってね。ごめんね。俺が酔っ払ってるからね、どん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 ダメになってく。ちょっと待って。これ青で、青の黒だったよね。青の黒。これでいいのかな？そうで、のんちゃん食べて、うん、美味しいっつって、のんちゃんが。で、女の人呼んで、すいません、これクレソンですよねと。すごい美味しいっすね、旬ですねって。名産なんですかって聞いたら、吹きの芽です。お客様って。吹きの芽でございます。ありがとう。吹きの塔だっけ？吹きの塔でございます、お客様。そうですよねって。吹きの塔は最高ですねって言って、超も気まずかったよね。はっついよね。はっついよね。一泊一泊。いや、なんかフォローも入ったよ、ちゃんとおばちゃんから。まあでも香りが強いのでクレソンと間違えてしまいますよね、みたいなね。うーんって、わかんないけど。わかんないけど、そのフォローはありがとうだよね。そのおばちゃんの優しさありがとうだよね。いや、はずいよね。そういうのめちゃめちゃはずいよね。俺は、でも、正解、俺がもし接客業だったら、お客様申し訳ございませんって、私ちょっと、もう大変申し訳ないんですけど、私の方で分かりかねますって言って、俺だったら去るね。だけど、そう、要は私バカで無知ですいませんみたいな感じで去る。恥をかかされた。でもね、2個目の天ぷら食べたの。2個目の天ぷら食べて、これ本当に分かんなかったの？美味しかったの？で、ちょっと挽回も込めてね、あのおばちゃん気まずいけど、俺責めるタイプだから、すいませんって呼んだよ、おばちゃん来て。これ何ですかって言ったら、分からないって言うのよ。それは答えろよって思わない？クレソンだっつって、いや、吹きの塔ですけど、みたいな感じになって、ほーんってなって、じゃあ、これは分からないわ。これうまいわ。これ何？って言ったら、いや、分かりません。すいません。あ、そう、ふんって。ふん。美味しいからいいよ。美味しいからいいんだよ。吹きの塔は、のんちゃんは庭にあるよって言ってた。いや、のんちゃんもひどいんだよ、追い打ちで。おーんっておばちゃんになったじゃん。いや、これクレソンじゃないですよ、みたいな。吹きの塔っすよってなって。ふんってなって。のんちゃん、吹きの塔ってこんなに美味しいんだね。多分この辺で取れるんだねって言ったのんちゃんは。庭でも取れてるよ
って言われたから、ダブルだよ、ダブル。フォローもしてくれなかったよ、のりこ、うん、っていうかスーパーで売ってるよって言ってきたから、トリプルですよ本当に。うちの庭になってるよっていうかスーパーで売ってるよつって、ふーんって、じゃあ今度作ってつってなんなん本当に。俺和道だよね、俺和道だよ。何吹きってあるじゃん、こういう吹きは分かる、吹きは分かる、あれの生えてくる、うん、でもタケノコみたいなことでしょ。そう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 、それを吹きの塔っていうの、吹きの芽じゃないの、うん、知らん、もう嫌い、うん、いや酔っ払ってるんだよ、もうビール一杯でこんな感じになっちゃってんだよ、すごいよ。花火さんありがとうございます。花火さんアイテムくれたん、あー花火ありがとう、花火ありがとうございます、楽しいよ。いやもうちょっとさ、旅先で恥かかせないでくれよ本当に、うん、いや俺和道だよ、勘弁してくれよ本当。もっと飲むの、え飲んだ方がいいの、飲んだ方がいいの、ちょっと飲み代出してくれんの、飲めっつうのこれ以上、いや大変なことになるよ、朝まで語るよ、朝まで語るよ、飲んでいいんすか、飲んでトークできなくなる、グダグダになるよ俺、結構やばい、もう酒もう本当にがっつり立ってるから、ビール瓶一本でベロンベロンになっちゃって、ベロンベロンってわけじゃないけどふわーって顔熱くなって、ビール3個ありがとうマキル、うん、ちょっとちょっと飲む、え飲んだ方がいいの、リスナーさん的にはもうちょっと今日はプロじゃないよから、今日アマだから、ちょっと今日アマチュア感が出てるから、アマチュア、アマチュアだからちょっと判断ができないわ、飲んだ方がいいのか飲まない方がいいのか、ちょっと今判断力がちょっと鈍ってる、うん、温泉はそれはもう本当に僕ぐらいの、僕ぐらいのエロテロリストになったら貸し切り風呂ですから、わかります、僕インディンオブジョイトイですよ、わかりますか、ここはできる男とできない男の違いですよ、僕ぐらいのエロテロリストになるとそれは貸し切り風呂ですから、それはもう貸し切りの時間待ちますよ、はい、うん、ビール代にありがとうございます、花火ありがとう、じゃあビールいただきますか、花火さんのねちょうどねビール1本分ぐらいの、花火2発でビール1本ですから行きましょうか、いでよビール、これさ、あ、大丈夫か、これさ、のんちゃんさ、うん、これさ、これビールの値段書いてないけど、これ無料なの、これそんなわけはない、そんなことない、これビール代取られる系、うん、これビール代取るの、これ取るよ、これタダじゃないの、うん、ここなかなかの旅館だけど、なかなかな、なかなかのお値段だけど、これビールは有料、これ有料です、ね、みんなここでクエスチョンです、スーパードライの中瓶取るの、無料じゃないのマジで、花火ありがとう、カズありがとう、ありがとうございます、花火ありがとう、あっそう有料、うう値段書いてないけどね、うん、まあいいか有料か、うん、花火今何発上がってる、米ビューバグってるかな、花火今何発上がってる、花火3発だよね、米ビューの方だと2発って書いてある、ちょしっかりしてコメントビューは、じゃあ行きますか、あああ、あんたたち行くわよ、ケピ行っちゃいますか、知らないよ俺、責任取ってよ、責任取ってよ、ケピー、ケピー、シュワシュワのビールいただきます、いっす、うん、あうんみゃー、うまいね、うまいね、
うまか倍っていうかさ、もしかしてなんだけど、群馬って訛りきつい？地元の人、この辺の人、群馬って訛りきつい？え、っていうかさ、エレベーターで案内してくれる人って外人さんのんじゃん。外人さんだね。あ、外人さんか。訛りきつと思ってまさか。どんな感じだった、イントネーション。当店に本当に本当にご来店ありがとうございましたみたいな感じだったから、群馬なまりきついなと思って、もう2割ぐらいしか聞き取れなかったの。本当に本当に当店ご来店ありがとうございます。お風呂の会は7階にあって夜10時からみたいな感じだったから、あ、そう、こんなに聞き取れないんだと思って。でも日本人っぽくなかった顔、うん、ねえ。あ、そうなんだ。ただ外人さんだったんだ。それはね、2割ぐらいしか聞き取れない、うん、そういうことね。そういうパティーンね、うん、あるある。あー、酔った酔った。群馬外国人の人多いの？なんで？なんで？なんでなんだろうね。いや別に全然いいんだけど、すごく接客すごく良かったから。なんでなんだろう。なんか誘致してるのかな。ちょっと旅館とかってさ、住み込みでさ働けるから。はい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 。いや稼ぎに来てるんだ。そうそう、なるほどなるほど。稼ぎがいいんだよ。稼ぎがいいんだ。あでもね、いいね。てか温泉をやっぱり楽しまないと。スバルって何？スバルがあるって何？ちょっとそんな専門用語使われてもなんかイラッときたわ今。スバルって言われても何スバルって聞いたことない。何スバル、そんないきなり。な、群馬あるある言われてもさ、そんな、俺生まれも育ちも新宿だよ。ねえ、こってこてのシティボーイだから、ちょっとアメリカにも留学してたし。あ、車のメーカーのスバルか。ははは。一泊いくらかはもう本当にあれだよね。墓場まで持ってこうと思ってるね。俺は。その件については。男にはね、男には、一つや二つね、墓場まで持っていく話があると思うんだよね。で、この旅館が一泊一人いくらするのかは、俺ははたか、ゲビ。群馬にいるよ。うん。群馬のハワイアンセンターにいる。ああ、酔っ払った。さて、で、ネギの話をしようか。ところで。いや、俺ね、決めた。明日、群馬のネギ、なんだっけ、霜にだネギ、霜なんとかネギ。あれはうまいぞ。食ったことある？みんな。ああ、そうなんだ、群馬なんだ。もしよかったらね、ステッカー700枚ぐらい買ってください。うん、ステッカー買いにリアトしに来てください。草、ここどこだっけ？草津じゃなくて、なんだっけ？下飯田だね、ここは。群馬の下飯田駅。下仁田ネギか。下仁田ネギ、うまい、マジで。あんなに甘いんだ、群馬。うん。金額言うと、ホテル、バレる、から C だよ。まあ、正直言って、一人7万だね。一人7万のホテルだ。うん。ああ。いや、もうまあ、通報とかしないよ。うん。大丈夫よ。うちのリスナーさんは、めちゃめちゃ、キューティーだから。うん。いや、ネギ食ったことある？この下仁田ネギ。ただね、うどんはね、なんかね、
煮物系に優しい感じの、コシのある感じのうどんじゃなかったね。煮て、野菜とかと煮たら、甘みの強いうどんっつうか、こう、そういう系のうどんだった。いや、マジでうまいよ。あと、山菜がうまいね。抜群に山菜がうまい。さっきね、クレソンの天ぷら食ったんだけど、すげえうまかった。クレソンの天ぷら食ったんだけど。すっげえよ、やっぱ。来てよかったなと思ったもん。いや、群馬飯うまいじゃん。てか、山菜うまいっていいな。あとね、これさ、どうなのかわかんないけど、わさびうまくない？わさびもうまかったんだよ。てか、群馬リスナー少ねえから共感度が低いな。群馬リスナーが多かったら乗ってくるはずなの。でしょ？とか、なんかこう、ですよね？みたいな。あれ食いました？みたいな。ゼロだもんね。数が一人で戦ってる感じだもんね。群馬リスナー今二人か。クレソン山菜じゃない。もうやめてくんない？本当に。ねえ、匿名1号さ、この前さ、いい感じになったじゃん、あなたと俺は。まだ言うの？ねえ、クレソンが山菜じゃないとか。ひどいよ。俺店員さんに聞いたんだよ。このクレソンの天ぷら最高ですねって。おばちゃんに聞いたら、あ、フキノトウですって言われたんだよ、俺。ねえ。それで今度クレソンディスですか？まだ。まだ叩くの？俺のこと。俺もう傷ついてるんだよ。今、現時点で。おばちゃんに結構やられてるからね。ちょっと勘弁してくんない？もう、クレソンの件については。クレソンの件について謝って。天ぷらは、5個見は出てこなかったかな？天ぷらは別で頼んだ。そう。フキノトウは山菜なんだ。じゃあ山菜美味しいね。フキノトウね。美味しい美味しい。あ、謝ってくれてありがとう。あ、どうも、コッパ野郎いらっしゃい。コッパ野郎、パータロー欲しいね、ちょっとね。こんばんは、ドツ。フキノトウ、苦味がうまいな。ていうか、俺は帰りにフキノトウとネギを買って帰りたいね。マジで。ネギで、すき焼き、うまいネギ。ネギ半端じゃない。本当に、俺、今の、俺、もう、さりげなくなの。もう、惰性で、まあ、豚肉とか、マグロの刺身とか、いろいろあるわけだ。うどんだの。なんか、ごぼうだの。いろいろある中で、まあ、手始めにちょっとネギでもつまんでやろうと。もう、要は、あれですよ。正直。要は、あるじゃん。俺は、うまいものを最後に食べたい派なの。わかる？最後に取っとく派なのよ。チェリーは最後に食べる派なのね。まあ、それ、おいおい深い話になってくるんだけど、妹と殴り合いの戦争になったね、あの時の話になるんだけど、それは置いておいて、うまいものは最後に食べる派なの。ぶっちゃけ言う。ネギ一発目いきました。うまっつって。ネギが一番うまかった。ネギがうまいことなんてあります？今まで。生きてきて。この下仁田ネギ食べたことある？みんな。いや、マジでうまかった。はい、どうもどうも、アイテムありがとう。本当にびっくりしたかんね。いや、ネギの話で、あと、2時間引っ張ろうと思ってるよ。ネギナイトだよ、今日は。ネギの話がメインだから。あと、忘れた頃にリスナーが入れ替わった頃にクレソンぶっこんでいくけどね。ちょいちょいクレソンの話入れてくるけど。ちょっと聞いてくれるか。昨日株暴落。俺空売りしたのにビビって、利確100万。利益が20万。は？空売りしてたのにビビった。株が暴落して空売りしてた。要は、稼げると踏んで山が当たったのに、怖くなって利確100万で利益。いや、普通に優秀じゃね？ いや、普通に優秀じゃない？俺、その感覚は結構いいと思ってて、種銭いくらかによるけど、このトレードはすごく綺麗なトレードだと思うよ。ここで突っ込みすぎるやつってダメなやつだと思うの。いや、生主タイプだと思うの。だけど、種銭がそこそこな感じで、利確100万で利益20出してたら、あ、1000万かビビったな。ヘタレ野郎だ、お前は。ヘタレ。そこは、利益50はいけたところでしょ。わかる。
や、全力ならわかるよ。全力ならわかるけど、1000回してたら50は取らないといけないところじゃん。それはヘタレだわ。うん。それはヘタレだな。うん。ノッチさんいらっしゃい。酔っ払ってますよ。もちろんですよ。相手もありがとう。うん。わかる。そこは50取りたいところだね。うん。わかるわかる。5% は取りたい日だね。で、まあ、でもいいんじゃん。勝ちは勝ちだから。勝ちは勝ちだよ。はい、いらっしゃい、わだつ。儲かれば花火100発投げるわ。儲けたや。いや、これね、マジで、花火欲しいから言ってるんじゃなくて、マジな話、俺、リスナーさんが儲かったとか、幸せになったとか、子供が生まれたとか、恋人できたとか、マジで嬉しいのよ。なんか、そういうの好きなのね。だから、なんかみんなバンバン幸せになってもらいたいんだよね。もうアンチですら、なんか、生きる喜びとか幸せをバンバン感じるリスナーであってほしいの、俺は。いや、いくら10万儲かったんだって。まあまあまあ。まあ、硬いよね。1% で回したんでしょ。利確100の20。まあ、悪くないと思うけどね。日当で1000で回して。でも、株だったらそんな 1% の利幅で全然いいんじゃない？わかんないけど。複利が効くから、レバレッジ効く商売だから。うん。いや、全然普通にかっこいい勝ち方だと思うけど、さらっと。まあでも、突っ込みたいときは突っ込みたいのかな。一泊っすよ。一泊。うん。のりこ、布団好きだよな。ずっと寝てるよ。ありがとうございます。ふわくじブロンズありがとうございます。ありがとう。アイテムありがとうございます。全然かっこいいよね。まあ、日当10万稼いでるってことはさ、冷静に考えてごらんよ。10万しか取れなくて下手ったって言ってるけど、ねえ、一日10万稼げる能力があるっつうことはだよ。300万ですよ、月収。僕の10倍ですよ。僕の10倍。のんちゃんお酒飲めないんだ。俺よりひどいよ。はっきり言って、俺が、なえてくから。俺を酔わせたいの。のりこを酔わせたいの。俺は、はっきり言って、酔っ払いがいると冷めてくタイプだから。あ、ありがとうね。全然。劉邦さんね、これみんなにそう言ってることなんだけど、改めて言うんだけど、あれっすよ。気持ちですよ。気持ち。本当にね、アイテムはいつも言ってるんだけど、気持ちで投げてもらいたいんですよ、僕。チップ。ただ、お金持ってる人はもうバンバン投げてほしいんだけど、ぶっちゃけな話、貧乏な人もいるじゃん。生活保護の人もいるんですよ。俺も生活保護だったから。ニートもいるんですよ。で、金持ってる人がバンバン投げてくれる分には俺ありがたいんだけど、ぶっちゃけね、貧乏な人は、ね、ゼロは嫌なの。もし俺のことヘビーで応援してくれるのはゼロは嫌なの。で、100円で風船買ってほしいの。で、風船を1ヶ月間で払ったら俺に40円入ってくるんだよ。これがいいの、俺は。なんか貧乏な人も投げてもらえるけど、その爆投げをして人のことなんか、責任取れないからさ。みんなが幸せになるけど、俺も仕事としてやりたいから、チップ投げてほしいんだよね。チップ。じゃあ、のんちゃん、布団大好きなんだよ。布団引いてあってテンション上がって、うひゃーって言ってかんのよ。この部屋入って。もう布団がとにかく好きなの。世界で一番好きなの、布団なの、のりこ。うん。だから今幸せなんだよ。うん。いや、どうなんだろうね。俺は勝つっていうことが大事だと思ってて、ヘボっていうか、まあ、確かに突っ込まないといけない時ってあると思うんだよ。でも別にね、その空売りでね、なんか、利確10はさらっと勝った、かっこいい勝ち方とも言えるから、なんかね、その大きな見極めとかあるじゃん。例えば、その去年の末のビットコインとかさ、チッパーありがとうございます、ありがとうございます。とんでもねえ量ありがとうございます。いただきやした、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、みんな。ありがとう、花火。うわ、7個。ありがとうね、みんな。いや、貧乏な人からもね、ゆうさんも、ありがとうね、ゆうさん言っていいのかな？わかんない。ちょっと、ごめん、酔っ払って、やばい。あ、延長忘れる。危ねえ、あと4秒。セーフか。危ねえ、酔っ払ってたわ。ごめんね、なんか、ちょっと読み上げちゃいけない人読み上げたらごめんね、酔っ払ってるから。いや、布団はいいですよ。そこで欲が出る人は、10で満足できない人、いや、でしょう。ありがとうございます。ありがとう、ゆうさん。ありがとうね。
ありがとう、酒うまいね。今日とことんやっちゃうよ。パーリナイ、パーリナイしちゃう？パーリナイ。いいよ。今日は何でも聞いて、何でも答えるよ。今日機嫌いいから。〇〇で勝ったら花に投げるってやつで投げたやつ見たことない。いやいやいや、あの、匿名1号は、俺の、ね、この前すとんでもなく煽んのよ、匿名1号は。ガンガン煽ってくんの。69ありがとう。あのね、ガンガン煽ってくるけど、この前いくら投げた？ 3 万円ぐらい投げたよ。だから、ジャクソンさんね、あの、ちょっと匿名1号は俺あんま好きじゃないけど、あの、横柄な態度取ってきてムカつく時あるけど、これは投げるよ。だからプロアンチだよ、これは。要は、口だけのヘボアンチじゃないよ。プロアンチだよ。うちのアンチは。ありがとうございます。メルルマリーさんありがとう。いや、気持ちが嬉しいね。そう。かっこ悪いアンチじゃないから。うん。アンチはアンチで腹立つ時あるけど、男気で投げるよ、匿名1号さんは。悪いけど。アンチもプロってるから、うちは。そう。半端なアンチじゃねえから。うん。いや、好きじゃないでしょ。うん。花火投げようがなんだろうが。ありがとう、ブロンズくじありがとう。いや、だから、見せてくれんじゃないの？匿名1号は。5000円のアイテム、パーンと。ねえ。花火の話しなくなったら、匿名1号どっか行っちゃったよ。うん。花火の話してたら、匿名1号逃げちゃったよ。どうしてくれんだよ。うん。ちょっとまだだったな。まだ、タイミング早かったな、ちょっとな。うん。ちょっと、難しい。酔っ払ってるとね、その駆け引きが下手になるから。匿名1号投げるときは投げるから。投げねえとき全然投げねえから。うん。のんちゃんは、ちょっと、のんちゃんこっち来て。ん？こっち、のんちゃん今ご指名入ったから。ちょ、俺トイレ行ってくるわ。ダメだ、ビールやっぱトイレ近いな。ちょっと、センジ、のりこ呼んでるから。うん。のんちゃんも、KP 行って、あ、花火もらったら飲んじゃうよ。うん。コップ一杯。花火5発で1杯って。え？花火5発で1杯。5発で1杯。のりこすぐ酔っ払うから。そんなに飲めないわ。皆さん、こんばんは。今日は運転で疲れました。どこかでのんちゃんの絵を、インスタで見られます。こんばんは、のびさん。こんばんは、あんころさん。こんばんは。そう、運転で疲れちゃいました。あ、なんかお餅ありがとう。桜餅ありがとう。こんばんは。うん、宿が見つかってよかった。ありがとう、カズ。今日は一日ありがとう。いやー、酒がうまいね。お二人最高です。酒がうまいね。はい。え、なんかのりこに質問来てたよ。なんかもうさばいたの。わかんない。さばいたの。あんた今日運転だから疲れたね。お疲れだね。うん、お布団はいい感じ。その布団は。ありがとう、花火。のんちゃん、ジュースどうぞ。だって、うん、うん、なんかあったよ。これ飲むの。ほんとこっちで飲んでよ。カメラ映んなかったら失礼だよ。ゆうさん、ゆう、ちょっと持ってきなよ。もっとここに座ればいいじゃん。うん、いや危ないから。はい、のんちゃんマッサージ呼んでくださいって。マッサージ高いんだよ。マッサージのりこ呼べよっつったら1万2000円って書いてあったから、うん、あの俺がやるわっつっていただきます。いただきます。ゆうさんね。ゆうさんいただきます。はい、のんちゃんはコップ半分しかダメ。花火で、あ、ビールありがとう。みみさんありがとうございます。すぐ酔っ払うから。もうちょい飲むわ。嫌いなのか味が。ビール、まあ、しょうがない。俺が飲もう。俺が代わりに飲みます。KP、ゆうさんありがとう。うん。苦い。苦いね。違うよ。喉で飲むんだよ、ビールは。ビールは喉で飲む。うん。運動しないとね、運動。ありがとう、ゆめいすけさん。ゆめいすけさん、花火ビールいただこうかな。
夢井すくさん、いただきます。夢井すくさん、お疲れ様です。いただきます。 KP、 うわ、お腹が出っ張っていく。お腹が出るよ、これは。あ、食べやいいね。ああ、でもほら、まだ温泉街に来て、温泉入ってからでしょ、やっぱ。ああ、露天風呂入ってからの、露天風呂入ってる瞬間に感じない？っていうか、いいな、地元にこんなんあるんだもんな。超幸せだよね。いや、温泉がこれから待ってるんだよ、温泉が。いや、楽しいね、夢井すくさんね。うん。いやー、吹きの塔と、買って帰ろうよ。吹きの塔と、下ネギ、なんだっけ、下ネギは、下ネタネギ食べないとダメだよ。ビールありがとう、ビールありがとう。下ネタじゃないか。何、下ネタ、下ネギやばいよ。食ったことあるの、みんな。下ネタネギ、下ネタネギ食ったことあんの？あんのかどうか聞いてんだ、この野郎、おい。あんのかよ、ねえのかよ。いやね、たまにはね。いや、おかげさまでね、皆さんのおかげでこうやって温泉まで行かせてもらってありがとうよ。いや、あの頃ね、本当にびっくりするから。あのね、北海道うまいものいっぱいあるの知ってるけど、本当に、あの、ネットで取りな。うまいよね、コーラさんね、コークさんね。ぶっといネギなんだけど、でも白いネギを酢味噌和えにしても美味しいよ。あ、そう、うん、成城石に売ってんだ。うまいよね、桜餅、ありがとう。いや、マジうまい、マジうまい、半端じゃない。いや、本当に、あのね、ただ薬味とか刻んではダメなんだって。辛味が強すぎるの。だけど煮たり水でお湯通したり火を入れたりすると抜群の甘み出る、うん、ってウィキペディアに書いてあった。甘いの。うまいよ。うまい、うまい、うまい。あさって温泉行くの、ゆうさん。どこ行くのって、ウィキペディアに書いてあった。すぐ調べる。俺は。癖だから。旅行つうか旅だね。兄さんいらっしゃい。兄さん楽しんでて。のんちゃん料理うまいよ、正直。白いとこ少なかったね。焼きのネギうまいよね。うん、ネギマとかね、焼き鳥ね。中標津、なんて読むんだろう。あ、わかんないな、それ。温泉いいっすね。温泉いいわ。北海道に温泉あんの？いっぱいあるよ。北海道って温泉あんの？うん、知らなかった。中市別、北海道なんだ。中市別って言うんだ。北海道に温泉あるんだ。知らなかった。いきなりその辺にね、竹のなんかね、柵で囲ったようなね。あ、だからさ、沖縄の人って温泉ないでしょ。沖縄ないよね。沖縄の人ってさ、温泉連れてったら喜ぶんじゃないの？沖縄の人に。ね？いきなり道端に竹に、あの、なんか、囲われたようなところがあって、うん、で、そこはただな、そういうところ。俺より頭いいアピールしないで。うん、俺が知らないことは知らないでいてほしい、のんちゃんには。知らない。俺が知らないことをさらっと、なんかこう、俺を上回る情報量を出さないでほしい、俺は。わかる？わかる？はい。もう俺はクレソンの件でだいぶ傷ついてるんだよ。わかる？俺結構、隣の奥にいた女の子笑ってたでしょ、正直。本当？いや、ちょっと笑い声聞こえてたよ、本当に。俺でっかい声で言ったからね、クレソンほんとうまいねーって、うん、やっぱ山菜おいしいねーって言って、中井さんが来た時にクレソンは名産ですかみたいな、吹きの塔ですって言われた時に、向こうプッみたいになってたから、そう、 OL が28
28ぐらいの OL2 人組に笑われてたから。インスタギャル、インスタグラム、インスタ映えを気にしてるあの28歳ぐらいの OL に多分鼻で笑われたんだよ、うん、ダメ、俺は今傷ついてるから、もうボロボロだよ本当に。うん、賢だからね、のんちゃんは意外と賢だから、うん、どこ行くんだ。トイレでございます。トイレかよ、ねえわ、うん、そんなことがあったんだよ。ありがとう草もちゃん、ありがとう。そうだね、そうね、そこ大事よ、大事。いや生主じゃないよ、カメラ回ってないところだよ。カメラ回ってたら勝ちですよ、正直。カメラが回ってたらもう俺は勝ってた。そこで笑いが取れたから。カメラ回ってないところはあかんやつだから、本当の。ただただ赤っ恥をかいたんだよ、俺は。許せる？ね。じゃあ彼氏がね、初めて連れてってくれた温泉旅行。ね。ね。この料理、美味しいよね。って言って、うんちくを垂れた時に、中井さんに、いや違いますけど、みたいな感じになった時の彼氏の顔わかる？わかる？隣、奥の席の OL に笑われる感じ。ありがとうございます、花火。ありがとう、いただきます。いただきます、ゆうさん。ありがとう。ゆうさん。KP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 、みんな KP。みんな KP。改めて KP。KP。ああ、つぶすきだな。つぶすきだな。まだまだ長いよ。まだ1時間半ぐらいあるよ。温泉まで。貸し切り風呂だよ。ね。貸し切り風呂だよ。ね。エロテロリストは、やっぱ俺ぐらいのセクシーなメンズになると、エロテロリストになると、やっぱりもう、さりげなくもう、電話予約の段階で貸し切り風呂でわかる？貸し切り風呂お願いしますって。どうなの本当に。ゴジッターエロいでしょ。貸し切り風呂をさりげなく貸し切り露天風呂ですよ。なんてエロいの俺、うん、頭産んでます。はい、いやー頭、あーこれやばいな、これ明日頭痛だな。俺はびっくりしてんの。ビール一杯でもう超気持ちよくなってんの。正直今超気持ちいいの。二杯目。もう二本これだけ残ってるけど。これだけ残ってるけど。バカありがとう。いや、貸し切り風呂は俺は忘れない。そうそう。ダメ。よっちさんいらっしゃい。貸し切り風呂は忘れない。俺は、あ、今いないか。あ、やめよう。やめよう。せっかくの旅行でなんか喧嘩したくないからやめよう。これ、今度、一人の時に振って。貸し切り風呂の話してって。うん。いや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 、もうやだやだ。こんなところに来て喧嘩したくない。察してほしい。察する心大事だから、和道の放送は。ブロンズプレゼントありがとうございます。空気を読まないといけない放送だから、かなりリスナーに負荷がかかる放送だからね、うちの放送は。はい、察してください。はい。察しましょう。うちの放送はね、察しないと、放送成り立たないスタイルなんで。うん。はい、やめましょう。せっかく気分がいいので。はい。よろしくお願いします。うん。いや、温泉いいよね、麦ちゃんね。いや、まだ入ってないから。温泉街に来てワクワクが止まらないから、俺。いや、めんどくさいよ、うちの放送。リスナーが、いろいろ察していかないと。アンチコメントやるとすぐ機嫌悪くなるしね。桜吹雪投げてくれた？嘘？ごめんごめん。ちょっと米ビューでね、見えてない。桜吹雪投げてくれたの？そうそう。そうそう。わおー！ありがとう教えてくれて。ちょっと米ビューでね、コメント欄がぐっちゃぐちゃなのよ。普段の放送だったらあれなんだけど、そうそう、ありがとう！俺の放送今こんな感じしてるの。これで花火確認できないでしょ。エフェクトが隠れてんのよ。エフェクトここでバーンって出るのよ、ここに。だけど、コメントビューアーで、この黒巻き合成やるために、ここの黒巻き合成やるために、これがでかいのよ。これがでかいの。ありがとうございます！そうそう。
ありがとう。いつもありがとう。大変なの。やっぱ機材がね、いつもと違うって大変なのよ。そうそう、ありがとう。そうそう、ありがとう。そうそう、飲もう。そうそう、飲んでる？そうそう、飲んでるか、飲むのか飲まないのか知んないけど。いただきますよ、そうそう、ありがとう。そうそう、グローブありがとう。そして。そうそう、見てる？そうそう、KP。はい、2本目開けました。ありがとうございます。ありがとう。何のアイテムか分かんないけどありがとう。花火かな、花火かこれ。花、桜餅ありがとう。ちょっとアイテム分かんないんだよな。ちょっとアイテム分かんないの結構やばいな。飲もう。え、これ3本目いくの？え、これ何本飲ませるけど、俺に露天風呂入らせないつもり？まさか温泉街に来て。初の温泉配信だよ。旅館配信だよ、初の。いや、お風呂入りたいよ、俺。でも、正直、もうお風呂入ったら寝るわ。だから、お風呂、もう、この、あと2時間じゃない、あと、1時間ちょっとで終わりだから、うん、行くの？わかった。行ってくださいって言われたら行くわ。行ってくださいって言われたら行くわ。行くわ。行くよ、俺。リスナー、あー、シルバーありがとう。シルバーチケットありがとう。いや、大丈夫か大丈夫じゃないかで言ったら、もうとっくに大丈夫じゃないよ。多分ね、高校辞めた時から俺大丈夫じゃないから。うん。何歳の頃かな？17歳の頃だから、15 years ago だね。15 years ago から、俺は大丈夫じゃない。行く？つって。のりこうんこか？遅いな。のりこうんこしてんのか？うんこか？お前。うんこしてんのか？のりこうんこだろ。これうんこだな、のりこ。うんこ言ってるな。よし。3本目。うん。もう、高級旅館だから。行きます。行きます。あんたたち、行くわよ！ KP。えい、フォローしてね。あ、サメ島兄さんのリスナーさん？サメ島兄さんにはリスナーさん、サメ島兄さんのリスナーさん大歓迎ですよ。サメ島さんにはお世話になってるんでね。じゃあ、KP！ 初見さんにも KP！ KP、KP！ うん。いいね。うん。うんこでしょ、この長さは。うん。完全にうんこでしょ。うん。いやうん。お酒飲んで温泉危ない？危ないの大好き、俺。危ないの大好き。伝説作ろうぜ。えちゃんいらっしゃい。お久しぶりです。危ないの大好き。なんて言ったって、貸し切り風呂だから。うん。貸し切り風呂だから。今日死んで本望だから。うん。楽しいね。いや、いい酒だね。A さん、桜餅ありがとうございます。うん。いや、いいね、ゆめいすけさんね。お前、クソダサいシルバーアクセ錆びさせろよ、じゃねえよ。やめてくんね、ほんと。気分悪いわ。ほんと、世界の和道だよ。ねえ、カルティエとティファニーを超える男だよ、俺。いいの？五郎さん超える男だよ。五郎さんを。じゃ、勘弁して。世界の和道だから。後の世界の和道だから。桜餅ありがとう、ブリーン。ブリーン KP。お風呂の中でって、寝ないでしょ。いいじゃん、風呂の中で寝ても。
歴史。群馬から、いや、群馬明日プラプラして、まあ、夕方くらいに帰ればいいんじゃない？うん。宿代いくら？うん、まあ正直、二人で14万だね。うん。二人で14万。うん。このビール一杯2400円って書いてあったね。いや、よく喋る。BGM なくてもいけるかんね、俺。うん。そうそう、世界のワード。水持っていくわ。わかった、耳。わかった。水持っていく。ただ、飲むか飲まないかは本当にもう駆け引きだけどね。駆け引き。まあ、俺はなるべく水は開けないようにするけどね。まあ、耳がそこまで言うんだったら持ってこうか。俺は持ってかないよ。風呂場に水なんて。ヘタレのやることだから。風呂場に水持ってくやつは俺ヘタレだと思ってるから。ただ、耳がそこまで言うんだったら持っていくわ。うん。ただ飲むかどうかはわからん。飲まない。飲まない。うん。飲まないで。俺は飲まないよ。水なんて。なんなら酒を飲むね。なんなら。なんだ。うんこ。違います。うんこでしょ。違うな。いや、うんこでしょ。いや、うんこでしょ。そういうこと言わないの。だってうんこでしょ。そういうこと言わないの。なんで。うんこしないの、のんちゃんは。しない。うんこしないの、のんちゃん。しない。マジかよ。マジかよ。知らなかったわ。うんこなんかしない。うんこしなかったんだ。うんこなんかしない。すげえ、多分ウィキペディアに載るよ。のりこはうんこしないって。後のウィキペディアに必ず載るでしょ。マジかよ、知らなかったわ。うん、いや、もうほんとクレソン事件だよ、クレソン事件。知らなかった、ごめんね。うんこしないんだ。ありがとう、そうそう、何かプレゼントありがとう。何くれたんだろう。ありがとう、ゴールデンチケットありがとう。これ100万円当たるかんね。前回、あい、てか前回のゴールドチケットどう思う？結局アイラだよ。ただでさえ稼いでるやつが、なんか気なくせえよな。どう思う？いや、いいよ。まあ、確率的にアイラがさ、ゴールドチケットもらう確率高いからあれだけど、ブロンズありがとう。だけどさ、アイラがさ、普段稼いでてさ、ちょっとアイラ稼ぎすぎじゃないの？テルとアイラ。テルとアイラ稼ぎすぎじゃない？ちょっと。ねえ。テルなんかさ、俺出会った頃さ、いくら稼いでんの？って言ったら7万って言ってたんだよ。7万だったんだよ、あいつ。1年半前は。7万で、真冬で、家がないから泊めてあげたところが出会いだよ。ねえ。エスキモーみたいにモフモフも、パーカーにパーカーを2枚着て、モフモフのダウンジャケット着て、ワド、コインランドリーどこって言ってたんだよ。お風呂とか、サウナとかあるって言ってた男が、ねえ、何？今じゃねえ、あんなに埼玉に居城を構え、なんなのあれ。なんでこんなことになってんの本当に。お犬様をかっていう。お犬様、名前が花火。何？花火って。正直そんなにかっこいいかよ。そんなにイケメンかよ。ふざけんじゃねえよ、ほんと。やってらんねえよ、マジで。あんな女に囲われまくってよ。ほんとに。アンチ一人もいねえじゃねえかよ。どうなってんだ、この野郎。ちょ、フォロワー数どうなってんの、テルの。テルチャンピンのフォロワー数どうなってんの。もうフォロワー数が勝ってるっていうことだけが俺の取り手なんだよ。俺は正直4100人ですよ。だ勝ってるでしょ。テルのフォロワー数は多分3800人なんだよ。まあ閲覧最近ちょいちょい伸びてるけど、俺の最後のプライドですよ。
最後のプライド、閲覧数、フォロワー数は負けてないっていう。フォロワー数4100だからね。これ戦闘力だからね、生主で言ったら。戦闘力4100ですよ。4100。なかなかだよ。義乳隊長ぐらいあるからね。フリーザとは言わない。悟空とは言わない。ただ、義乳特戦隊の義乳隊長ぐらいの戦闘力はある。パルパル勝ってるからね。花火とパルパルを勝ってるからね。うん、なんだろうね、めちゃめちゃモテるよね。パルパルを飼ってる。パルパルか、あれ、なんかぶ豚でしょ新種の豚でしょ、うん、うん。しょうもねえよな、ほんとに。うん、えテルジャンピン5563? ちょっと待って、ちょっと待って。テルってフォロワー5563人もいんの？え？マジで？何？そんなに差がついてるの今。じゃあ俺は何で勝てばいいの？ちょっと待って、ちょっと待って。え？え？テルって5563もいんの今。TCP って今そんなになってんの？へえ。じゃあもういいや。じゃあいいや。うん。マジで？何それ？テルって何？そんな感じなんだ。へえ。へえ。動物に愛されてる。マキー、ありがとう。花火ありがとう、マキー。大阪も行くから待ってろよ。いや、もう、何で勝てばいいんだよ、じゃあ。意味わかんねえだろ、ほんと。フォロワー数だけが唯一の、ああ、捨て頃で負けて、花火の数で負けて、ついにフォロワー数の数で負けた。じゃあ分かった。練習会でボコすわ。もう、頭きた。頭きた。二日後の練習会でボッコボコにしてやるわ、もう。これで帰り討ちになったら爆笑だよね。しばかれたら爆笑だよね。頭きた、もう。ちょっと本意気で行くわ。ねえよ、ポチエムトンしてないとか、ドカソがよ。ドカソが噛みついてくんじゃねえよ、ほんと。明太ロックいらっしゃい。くそ、ドカソがよ。ドカソがお前、俺と試合できるだけ、お前、ありがたかもよ、ほんと。くそみてえな閲覧でよ。くそみてえな閲覧と、くそみてえな雑談でよ。2年間も生主やってよ。な、閲覧3とか、お前、恥ずかしくねえのかよ。ほんと、よく俺に噛みついてきたな。後悔させてやるわ。ブロンズプレゼントありがとう。マジで、後悔させてやるわ。マジで。覚悟しとけよ、ほんとに。マジで、舐めんなよ、ほんと。あのね、ボクシングも大変だけど、格闘技も大変だけど、格闘技も大変だけど、生主で生き残るの大変だからね。明太ロックありがとう。お餅ありがとう。なんで酒入ると面白いって。普段から面白いです。普段から面白いです。ただちょっと尻上がりなだけです。オープニング序盤の30分間ぐだぐだなだけです。後半割りかし面白いから俺の放送。後半は中盤から後半にかけては面白いから俺。エンジンかかるのが遅いだけだから。2枠目から来て。お願いだから。1枠目は外れだから、正直。温まってから来て。おやおひとら。クモン竜弱い。クモン竜弱くないよ。名誉のために言っとくけど。ただ、カッコつけてるから、カッコつけてるから、ガード下げて、こんなんやってるだけだから。あげろ、ガード。基本だよ。マサトも、クレイジービーの人も、全員あげてるから。ガードはあげろ。お前はパンチ力もある。反射神経もある。顔もいい。ね。全部持ってるんだよ。
持ってるからってガード下げるな。殴られるよ。隙だらけなんだよ。避けるの、自信あるの分かる。だけど、ガードは上げろ。ガード上げたら無敵なんだよ、お前は。ガードを上げろ。俺はもう怖くて怖くてしょうがない。もう殴られるのが嫌。ここまで上げてるから、俺。ここまで上げてるんだよ。ね。俺を見習え。ここまで上げてるから。しかも頭振るから。ガード上げて、頭振っていってんだぞ、お前。どんだけビビってるのかわかるか。お前はただガード上げりゃいいんだよ。あとはなんとかなるから。ガード上げろ、クモリュウ。お前は強いんだから。弱くはない。舐めすぎ。格闘技ガチでやってるやつにガード下げたら失礼だよ。クモリュウは弱くねえぞ。ただちょっと、やっぱ若さで俺は喧嘩自信あるっつってガード下げちゃうだけだから。カッコつけちゃう年頃なんだよ、若い頃。だクモリュウ弱くねえよ。正直言って。ありがとうみんな。ガルーダさん、持ちありがとう。ありがとう。みんなありがとう。テルははっきり言って、もう強いかんね。はっきり言っとくけど。テルえぐいよ。多分クモリュウ面食らうと思うよ。ただガード上げてフォームが綺麗になったら正直もうわかんない。才能がある同士だから。あの二人は才能あるんだよ。持ってるやつ。だから持ってるやつが牙研がなかったらダメなんだよ、やっぱり。持ってるやつがさらに牙剥いたら誰も勝てねえんだよ。だから持ってるんだから、俺は持ってないからガード上げるんだよ。こんなになってる。ああ、もう俺は頭振るよ、頭振るよ。ガード上げるよ。いや、クモンリュウとテルの試合面白いよ。客全部持ってかれるよ、お互い。テルが勝ったら、クモンリュウの客全部持ってくし、相性抜群にいいんだから。あんな顔が良くてさ、とっぽくてさ、優しくて甘いフェイスでさ、喧嘩強えって。あれもう、あれすごいいいマッチメイクだよ。勝った方が全部持ってくよ。当たり前だよ、ガードが基本だよ、お前。コンドームつけてなんぼだよ、コンドームつけて。いや、もう第一試合は本当にメインカードだと思うよ。いや、メインカードでしょ。だから、ベンドさんのやり方正しいんだよ。一発目に金梅さん、セブンさんって。正しい。いや、ガードは奥深いよ。ガードは奥深いよ。俺は、はっきり言ってボクシング。まあ、にわかですよ。格闘技本気でやってる人は真に受けないでくださいよ。もう、ど素人のたわごとですから、はいはいって酔っ払いねって、寄り目のたわごとって思ってくださいよ。格闘技はリスペクトしてますから。ただ俺が格闘技ジム習い始めて思った。攻撃なんて誰でもできるんだよ。攻撃パンチなんか誰でも打てるんだよ。ただガードは違う。ガードは違う。ガードは深いぞー。避ける。動く。ね。頭を振る。かがむ。いろいろあるなぁ。いろいろある。深いなぁ。殴るのなんかお前、アッパーとフックとストレートしかねえな。お前、6種類しかねえな。こんな。ただガードはいいぞ。こう、ウィービングとか、ダッキングとか、ヘッドスリップとか。ねえ、もういいね。やっぱ、ガードだね。ガード。防御のスポーツだと思ってるよ、俺は。ボクシングっつうのは。格闘技っつうのは、もう、そういう、ケピ。俺はだから、誰よりも、捨て頃で一番、ディフェンスが上手い男で行きたいね。逆に言ったら、判定負けって、俺の勝ちだからね。わかる？判定負けってことは俺の勝ちなんだよ。こんなに弱いやつを KO できなかったんだよ。なあ、テル。お前は俺を KO できなかったんだよ。こんなブクブクに太った寄り目のハゲ散らかした男を KO できなかったんだよ。青山は。いや、俺の勝ちでしょ。そうじゃないの。32歳で運動一切やったこと。あ、
の俺の勝ちでしょ、どう考えても。あこれが1本しかなかった。何それ。浴衣の紐、クレームだよ。宿代払わねえって言ってやれ。ふざけんじゃねえって、帯が1個しかねえっつって、もうどない散らすね。フロントに電話しろ。ふざけんじゃねえ、帯が俺の分ねえってどういうことだよ。どなってもうもう警察呼ぶって言え。なんて言ってた。もう一本持ってきます。うん、じゃあ許す、うん、じゃあ許す、うん、そうか。なかったらもう噛みついてきても知らねえよみたいな感じだったら俺殴り込み言ってたね、正直。本当にはぁ、あ、みたいな。うちは2本置いてますけどみたいなこと言ったらもうすごいことになってたよ。まあまあ持ってくるんなら、まあ持ってくるんなら今日のところはまあな、まあまあいいんじゃない。うん。もうほんと救われたよね。ほんと。もうほんと、火種が欲しい男だから。もう常に火種探してるから。うん。もうほんと。あ、地震？帯持ってきたの早くね？うん。なんだかよくわかんないけど、KP。さすが、KP。KP。うん、はい、KP。うん、なんだよ、お前マスクした、お前マスクした上にこれってどういうことだよ、お前。どんだけディフェンス力高いんだよ。マスクをつけた上でこれで写真撮るって、お前。どういうことだよ、お前。どういうセンスだよ、お前。どんだけディフェンス力高いんだよ。な。女の子で、マスクをつけて、この角度で写真撮るって、お前、ディフェンス力高すぎるだろ、お前。どういうことだよ、お前。KP。どんだけサムネのディフェンス力高いの？目元に自信あるのか？なあ。目元美人なのか？どういうこと？うん。初めの一歩読んでるやつとグラップラーバキ読んでるやつは大体最強だから。みんなチケットありがとう。うん。いやもう広末涼子だよ、俺は。うん。やっぱ広末世代だから、広末涼子のエッセンスはふんだんに入ってるよ。まあ分かる人に分かればいいんだけど。あと、ジュノンボーイも半分ぐらい入ってるね。ジュノンボーイだよ。ジュノンボーイ。うん、妻夫木くんの要素入ってるでしょ。うん、はあ、あー、時間経つのゆっくりだよ。どうする？あと1時間20分だよ。2時間20分俺このペースで喋ったら、これは大変なことになると思わない？これ大変なことになると思わない？うん。これどうなるんだろう、これ。お酒これベロンベロンになるんじゃないの、これ。壁ドン来るの。俺旅館で壁ドンとか聞いたことねえけどな。寄り目温泉ってやめて。うん、お水は飲まないよ。ただペットボトル、いざっていう時のために本当ペットボトルは肌身離さず持っとくけど、水は飲まないかもしれない。水だけは飲まない。風呂場で水飲むやつはヘタレだってじいちゃんが言ってた気がする。はい、そろそろお時間ですので、プレゼントコーナーです。ワード恒例。はい。朝日スーパードライの王冠。はい、王冠マニアにはたまらない一品ですね。はい。ここの蓋の裏に僕のサインと日付を入れて、この朝日スーパードライの王冠を先着1名様にプレゼントですので、もしね、僕のスーパードライ欲しい人は、DM か LINE にご連絡ください。ここにサイン書きますんで。はい。サイン書きますんで。DM か LINE に朝日スーパードライの王冠欲しい人ね、よろしくお願いします。はい、のんちゃん、うん、はい、のりこ、ほんとのりこ激怒だからね、どうなってんだって。うん、頼むよのりこ。
頼むよ。強気だなぁ。あれ、そういう感じ。言ってやった。どんな感じで言ってやったのちょっと教えてどんな感じで言ってやったの。帯どうなってんだよって言ってやった。待ってきたな。うわぁ、そんな感じか。ああ、まあいいよ、うん、まあ使わないでしょ、今使わないでしょ。使うでしょ、これ使うでしょ、使わないでしょ。これ帯必要でしょ、これは、うん、これは伝統的なもん。サラリーマン、平成のサラリーマンに代々伝わる奥義だから、うん、これネクタイはこのために締めてるんだっていうのを見せてやんないと。本当これはもう平成後大歓喜、うん、やっぱりね、帯の正しい使い方分かってねえかな。本当帯とネクタイの使い方間違えてるやつ最近多いから。よし行ってみよう。よし行ってみよう。ブロンズありがとう。アイテムいいね。アイテム上がると楽しいね。KP、ワードリスナーに KP。これあれだな。カメラ映えすんのはこっちだな、うん。こういうのは忘れてないから、やっぱ配信者として。うん、酒がうまいね。伝説の腹毛、いや腹バッキバキだよ俺今。俺だって今ボクシングやってんだよ。俺ボクサーだよ。ボクサーだよ。お前ボディ打たれたらアウトだよ。ボクサーは腹筋バキバキだから。腹ゲーとか笑えねえよ。ねえ。腹ゲーとか言ってるけど。今までの俺とは違うんだよ。一年前の俺とは違うんだよ。なあ。わかる？俺はもう鍛え抜いてんだよ。自分をいじめ抜いてんだよ。今までの俺だと思うんだよ、この野郎。腹ゲーなんて笑えないよ。今俺が腹出したら女の子キャーだよ。黄色いコメントだよ。素敵、大抵だよ。いや、そうでしょ。ボクサーの腹って言ったらもう、ボクサーは腹筋が割れてなんぼなんだよ。見たい？見たい？いや、見たいって言っても別に面白くないよ。女の子が俺、キャーキャー言うだけだよ。いいの？お、じゃあ見せてやるよ、この野郎。な、じゃあ見せてやるよ。俺の、鍛え抜かれたボディ。おい、トクト見ろよ、この野郎。おい。あ、てめえら、この野郎。ボーン。あ、ちょっと前かがみでいる。あー、微妙。なんかちょっと、あれだな、今日酔っ払ってんな。なんか微妙。ちょっとごめん、腹膨らますのをちょっと忘れてたから、なんだか微妙だな、これ。ちょっと地味に走ってるから、ちょっとなんかね、腹、なんだか中途半端だ。なんかただただちょっとだらしないぐらいのね、ちょっと絞れちゃってたわ。ちょっとごめん、自分がね計算ちょっとダメだな。ちょっと普段とコンディションが違うからもっとボーンって出したかったんだけど、うん、ちょっとあれだな、ちょっとあれだな、今日甘いな、今日いろいろ計算ができてないね。ちょっと生主算数ができてないね。生主算数が。おい、やばぞ、今日も儲けろよ。昨日のお前そうだよ。やばぞ、昨日の下げ相場どうだったの？昨日の下げ相場どうだったの？お前攻めたの？株価。昨日下げ相場だったんだよ。な。どうなの、やばぞ。下げ相場で攻めたの？おい、日経平均が下がったんだろ？株が荒れたんだろ？おい、攻めたのかよ、やばぞ。お前、株のトレーダーだろ？おい、勝ったのかよ、負けたのかよ。どっちか言えよ。株でよ。負けたのかよ、勝ったのかよ。なあ、どうなってんだよ、言えよ。そっからだろ。仕事はどうなんだよ、今日の相場は。
株がよ、うん、どうだったんだよ、勝ったのかよ。そっからだろ、こっちはお前クレソンでやられてんだよ、負けだよこっちは。勝者のコメントなんか敗者のコメントなんかはっきりしよう、うん、攻めまくりなの。じゃあ何空売りしたの、ちゃんと空売りしたの、大丈夫、攻めてんのね、わかった。カオス兄さんはね、あのちょっとね本当にね、あのビットコインに毒されて、あの資本主義にど素人の癖してビットコインにのめりすぎて、あのツイッターも更新できないぐらい減らってるね、うん、ついについに生主やめたとかいうレベルじゃなくて、ビットコインにはまりすぎてね、ビットコインにはまりすぎてツイッターも更新できないぐらい、もうアコムプロミスレイク、うん、竹藤、うん、ビール3本目、いや、じゃあ2本半ぐらいかな、2本半ぐらい。いやマジでね、ちょっとね、ちょっとカオスはね、ちょっとね、あいつカオス兄さんは、カオス兄さんはちょっとね、ビットコインやめさせないと、囲いが止めないと、あれ大変なことになるよ。囲い止めないよ本当に。カオス兄さんはどう考えてもビットコインじゃないでしょ、うん、旅人でしょあの人、ジャーニーじゃないの、ジャーニーでしょあの人、うん、ジャーニーだから、ジャーニー、うん、クレイジージャーニーだから、うん、ビットコインで負けるとか普通に面白くねえからな、ただのニートだからねただのニートだから、ほんと、誰か、ちょっと、誰かカオスに DM 送った方がいいよ。ほんとに。カオスはかっこいいんだから、ちょっと、あの、ほんと、旅しようって。うん。旅人なんだから、あの人。スナフキンがビットコインやってたら引くだろ。なあ。車虎次郎がビットコインやってたら引くだろ。俺からするとそういうことなんだよ。車虎次郎とか、スナフキンっていうのは、ビットコインとかやっちゃダメな人種なんだって。そうじゃねえの？スナフキンはハーモニカ吹くだろ？オカリナ吹くだろ？クロマトラジローは歌いながら叩き売りだろ？そうやって日銭を稼いでいくのが旅人なんじゃねえの？そこが最大の魅力なんじゃねえの？なんだビットコインってお前。そんなお前、そんなお前旅人いねえぞお前。ノマドワーカーとかお前。うん、のそうそうそう、本当にね、枠開いたら説教した方がいいよ。もうやめとけっつって。おう、いや、わかんないけど、なんかあんまり合ってないと思うよ。そう、僧侶がヒップホップとか。そう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 。もう、もうちょっとカオス兄さん、瞑想す、ちょっとカオス兄さんどうなの？俺はカオス兄さんもっと、あれしてほしいけどね。ちょっとかっこよくて、なんか俺の知らない世界を語る素敵なお兄さんのスナフキンのポジションでいてほしいんだけど、なんかただのなんか小銭稼ぎで、なんかパチンカスと同じジャンルだからね、今。俺の中ではスナフキンだったんだよ、カオスは。本当にかっこよくて憧れで、あんな男になりてえなって男だったのに、今ただのパチンカスみたいなもんだからね。設定録画とか言ってるのと一緒だろ、あんなの。うん、次の寝台が、とか、そういうレベルの、なんか、トイレ行ってきます。でしょ。
相手もありがとう。相手もありがとう。いや俺ほら普段お酒飲まないからお酒立ってるから、いや俺正直言うよ、はっきり言うよ、ビール10本開けられるよ、冷蔵庫に入ったらあるビールな開けられるよ。ただ何俺飲めるよ、はっきり言ってお酒弱くなってる、お酒もうだいぶ飲んでないから。でビール3本2本半でこうなってる。ただねあと4本5本入ってますよ、飲めますよ。いや飲めるよ俺は。ただ付き合うのって話だから、付き合うの、付き合えるの。そのさ簡単にブラウザバックしてさ、あ、鮫島さんが始まったから他行かなきゃとかさ、お前ら通知登録のピコンってなったらすぐどっか行くじゃん。俺そういう付き合いだったら飲まないから、もうこの3本目で終わりだよ。いや付き合うなら付き合うよ。おい今日は和道の枠見るわって、最後まであと1時間、あと1時間見るわ。あ、ちげえわ、時間間違えた。あと、いやのんちゃん貸し切り風呂の計算俺酔っ払って時間間違えたわ、あと2時間だわ。うんって知ってたの？知らない。だって今10時でしょ、やべえわ俺ペース間違えたわ。クレソンの下りからもう一回やっていい？尺を1時間間違えたからちょっと飛ばし気味で、自分の中であの飛ばし気味で引き出し開けてんの、ネタが切れる、あのあるんだよ4時間枠のペース、俺2時間しか残り時間ないと思ってたからちょっと早めに引き出し開けたのね。え飲みます、ありがとう、相手もありがとう、うん、ありがとうございます。あと2時間だわ。いやはっきり言ってね、あのね酒飲んだらみんな面白いんだよ。吉行とかよ、よっさんとかよ、佐野とかよ、金映えとかよ、ゴミだよゴミ、佐野、金映え、よっさん、ゴミだよこんなの、ゴミ。酒飲んだら面白くなるに決まってんだろバカ野郎。ペラでやれよ、シラフでやれよ、できねえんだろ。酒飲んだら面白いに決まってんじゃん。荒野だって酒飲んで玉食ってさ、そんな誰だって面白いに決まってんじゃん、酒の力借りたら。俺はやらないよ、俺自分のペラに自信あるからね。そう思わねえお前ら、酒飲んだら酔っ払い見てたら面白いに決まってんじゃねえかよ。俺は飲まないね、うん、そうでしょ、金杯とかゴミでしょ、よっさんとかゴミでしょ。なんか観光編でくたばるんだよこの3人は、金杯、よっさん、佐野、酒飲んでくたばるんだよこいつら。俺飲まないよ、酒の力でドーピングなんかしねえから、うん、いやー分かってない分かってない分かってないわ、ほんと酔っ払ったら面白いに決まってんだろ、うん、あゴミでしょ、ほんとに酒飲まねえと何もできねえとか、クソかっこ悪いだろ、なんだそれ、ただ長くやってるだけだろそんなもん。酒飲まなきゃ面白いことできないとか、芸人辞めちまえって話だろ。ちげえの、じゃあちげえの、ちげえの、酔っ払わないと何もできねえのかよ。いや飲めっつんだったら飲むよ、いや飲めっつんだったら飲むよ、俺はとことん飲めっつんだったら飲むよ、うん、いや筋肉はだからすごいよ、ほんほんバッキバキだもん。俺が捨て頃ファイター、捨て頃トップファイターのカットが出てるでしょ、カットがもう捨て頃トップファイターの筋肉だよ、わかるわかる、こう鍛え抜かれたバディ、このフックが直樹兄さんの顎を貫くんだよ、ね、ああ1年前と違うから、捨て頃1の選手は違うから全然、ああ全然いくよ本当に、ああそう、もうまあガードをするための筋肉なんだけど、そうガードは基本だから。いやマジ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 マンジ、コメント止まってねえよ、うん、コメントは止まらねえんだよ、うん、コメントと花火が止まったことなんか一回もねえわ、やめてくんないそういう、やめてくんない、ほんとコメントと花火は止めるわけにいかないんだよ、ちょっと待って、これ、うん、
それがね、正しい使い方やるから。あれ、TOKIO のドラムの人みたいになったな、俺。なんだっけ、TOKIO のドラムの人なんて言うっけ。 TOKIO のドラムの人こんな感じだよね。 TOKIO のドラムの人、猫助いらっしゃい、アイテムありがとう。なんだっけ、 TOKIO のドラム、松岡だっけ。 TOKIO 松岡くんだっけ。山口は違うでしょ、山口くんベースでしょ多分。松岡が、ちょっと松岡だね今日。うん、松岡だよ。ね、イカホ?イカホ。クーさんいらっしゃい。いや、松岡でしょ、これ。松岡じゃない。松岡っぽくない今日。松岡っぽくない、うん、よいしょ。ああ。ラーメン屋さんみたい。松岡とラーメン屋すごい差があるけど大丈夫？何？ラーメン屋レベルだった？それやめて、そういうコメント。松岡みたいだねって打ってほしかった。本当だーって。残念だった。ラーメン屋さんみたいって、うん。いや、松岡くんとさ、いや、イケメンだよね、永瀬と松岡の若い頃ね。特に永瀬ね。何あれ。うわ、あれ、本当にイケメンじゃない？トキオ。外人みたい。いや、外人みたい。松岡と、本当に永瀬の若い頃は、本当にかっこいいよね。俺、ほら、ウエストゲートパークで、なんだっけ、永瀬だっけ。あれ見てるから。めちゃめちゃかっこよかったよ。いや、それこそ、まこっちゃん見てるんだよ、俺。てーん、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 てるで、おい、まこと、つって。めちゃめちゃ、生で見たけど、めちゃめちゃかっこよかったよ。めちゃめちゃかっこよかった。いや、マジで、久保塚もかっこよかったし。よかったなぁ、昔は昭和。よかったなぁ。いや、昭和のドラマ、マジよかったから。いや、俺は思うの。昭和最後のドラマは池袋ウエストゲートパーク。ウエストゲートパークが昭和最後の作品。あれ以降ダメになった。ドラマっつうのは。ドラマっつうのはやっぱり、ああでなくちゃいけないっていう。だっていろんなすごいのが出てたんだよ。日本のドラマ面白かったよな。今、面白くないんだろうな。うん。そうだね。松岡くんね。今さっぱりしてるよね。うん。いや、昭和でしょ。昭和でしょ。うん、俺、平成生まれあんま好きじゃないんだよね。なんか平成って何だったんだろう。さ、俺ね、違うんだよ。ちょっと話変わっていいですか？ちょっと話変わるけど、日本刀ね、のんちゃんね。日本刀10万で売ってたんだけど、俺一眼レフより日本刀が欲しいんだけど、どう思う？どう思う？みんな。日本刀が10万で売ってくれるって言ったの。いや、あのね、10万円で日本刀買うのと、27万で、カメラ買うの、どっちが正しい？俺、日本刀欲しいんだよ、単刀。フリーマーケットみたいなのさ、あるんだよ、駅前の。そこで骨董品で月曜の朝までやってるっつってんだよ。で、日本刀10万で売ってくれるっつんだけど、日本人だったら日本刀持ってかないとダメなんじゃないの？どう思う？ポン刀。カメラ？あ、カメラ。カメラなの？やめとけ？あ、カメラ？あ、カメラか。うん、じゃあカメラ買います。KP。うん、でも、日本刀、いや、ちょ、待ってよ。カメラなの？あ、カメラ？いや、でもね、侍だよ、俺ら。日本刀持ってないとダメなんじゃないの？家賃も払える、大丈夫。みんなのおかげで。日本刀許可取ってる。許可付きの日本刀。だから銃刀法違反にならないの。ちゃんと許可証持ってるやつ。だから買うだけでいいの。でも、脇差しなんだけど、
いや、日本刀は、まあ、正直ね、抜いてもらったんだけど、めちゃめちゃ生暗かったなって言ってたよね。もうね、博物館で見る日本刀とかじゃなくて、親父さんがクッて抜いた瞬間に、もう全然光ってないの。100円均一の包丁よりも全然ダメな感じなのね。もう生暗かっただから、また、これは室町のね、つって。おじいちゃん呼んで、おじいちゃんちょっとこれ見せてよ、つって。ああ、いいよ、つって。これは室町時代の、つって、もうパッて抜いた瞬間に生暗かったな。俺びっくりしたんだよ。鉄感がなかったよ。鉄感がないの、もう、なんつうの、絶対嘘って思ったもんね。あれ嘘だよね、多分ね。天保何年でね、これは織田信長の時代じゃねえかな、なんつって。絶対嘘とか思って。でもね、ちょっとね、生暗かったのでもいいから、やっぱ日本人だったらポン刀欲しいよね、やっぱね。でもね、なんかメンテナンスが大変なんだって。3ヶ月に1回って言ったよね。3ヶ月に1回はやんないと、つって。いや、買ってっつうかさ、やっぱ、侍。ジャパニーズ侍。室町の時代の刀が十分はないって言ってる。いや、本当にね、いや、これは名刀だよ、なんつって。これは刃文が綺麗なんだね、つって、ね、名前彫ってないの。で、思いっきり許可証のところに無名って書いてあるの。無名って書いてあるの。これは室町の刀だね、なんつって。もう最高っつって。その、なんか生倉刀をやっぱ脇に刺したいじゃないか。それが良くない？なんかこう、生倉刀を刺して配信するっつうのがいいじゃないか。いいじゃないか、和道らしくて。あいついつも生倉刀持ってんな、つって。部屋の中では侍だな、つって。いいじゃないか、そういうの。いや、日本刀は憧れるよな。でもね、思った。あのね、10万の刀見て思ったんだけど、やっぱりね、みんなが見てる日本刀って、ほんと国宝級なんだよ。あの、博物館とか見るじゃん、美術館とかで。あれは、本当に名のある人、本当に名のある職人たちが築き上げた、本当の刀なんだよ。で、やっぱりどの時代にも世の中には偽物ってやつがいたんだよ、多分。どうしようもね、才能もないやつがいたんだよ。それが分かったね。ありがとう、チケット。模造刀でも万はする。だから10万で、12万を10万で売ってやるよ、つったよね。で、45万の刀は、なんつった、35万で売ってくれるっつったけど、35万の方はいらねえ、つって。10万の刀ちょっと考えるわ、つって。まあまあ、担当だけどね。脇差しだけどね。ちょっと脇差しは憧れたな。やっぱね、日本刀ね。日本刀ってかっこいいよな、なんかな。でもほら、シルバーのね、X さんがいるから、日本刀を二人で磨いたりしてもなんかあるんじゃねえかな、とか思って。ポン刀二人で磨いてさ、日本人の心をさ、ちょっと、やっぱ鉄鋼を扱うシルバー和道だから。やっぱ金属と向き合うっていうのは大事だよ。金属と向き合う。よだれが半端ねえな、止まらねえな。まあカメラ買おうか。そうだよな。配信者にとってカメラとかパソコンっていうのは日本刀みたいなもんだからね。いやでも日本刀は憧れるの分かるでしょ、男の子だったら。いやでもね、侍の家にさ、家に一本代々伝わる日本刀があったらさ、なんかいいと思うんだよな。家に日本刀ある人とかいる？なんかこう、おじいちゃんの家にはあるよとかさ、蔵に眠ってるよとか。いや、そういうのは大事にしないと。そうだね。いや、あのね、違うんだよ。コークさん。あのね、違うの。本当に高い、取引してる日本刀は、人を選んで売るんだよ。金額は書いてあるんだけど、売る人選ぶんだって。要は悪さしないかどうかもそうだし、外人さんでもちゃんと目を見て判断するんだって。もうちょっといいの買おうか。そうかそうか。わかった。俺は成功したら日本刀買うよ。成功して億万長者になったら日本刀買う。
日本とかを、うん、守らなきゃ。日本人が持ってないとダメだよ、日本刀は。日本刀はいいよ。ああいうのもなくなってくんだろうな、どん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 な。イカ食ってんの、うん、うん。イカ好きだね。鎖国を、俺もね、鎖国はもう一回やった方がいいと思う。うん。いや、奥行くでしょ、弓矢さん。いやー、守りたいね。なんか、日本人の、そういうすごい時代があったっつうかさ、すごい時代があったんだよ、日本にも。それは守んないと。日本今ダメになっちゃってるじゃん。ね。だけど、いつか俺はいつかまたリバイバル運動っていうかさ、日本が元気になった時もなると思うんだよね。群馬語ってない。だから群馬はもうネギしかないっていう結論だから。もうネギしか褒めるところがないんだって今のところ。今のところいろいろ一日体験したところで衝撃を受けたのはネギだったの。ネギの話はもう飽きたって言われたから。うん。あと、群馬リスナーが少なすぎるから、バックアップがないの。うん。明日ここ行きましょうよとか、普通あんのよ。旅配信やってたら。ここ行こうぜとかさ、ここいいっすよみたいなの。ゼロなの。うん。だから、もうネギ。群馬イコールネギで俺の中でもう完結してるから。いや、でもね、俺はね、文化守んないとダメだと思うよ。うん。それは、魂、要は一個の刃物とか、一個の、その鉄の塊に何人の人をかけたよ。うん。それさ、その西洋の人間なんか鉄なんてさ、ぶったたきゃいいって、あわよくは切れりゃいいっつってさ、あんなん、その、なんつうの、みやびなもんもないしさ、その、なんつうの、歯が、両刃がついてるなんつってさ、裏も表もないような話じゃん。でも日本刀っつうのはさ、片刃でさ、盾も持たないんだよ。侍なんて鎧も着ないわけでしょ、軽量化して。一本の一発でもう生死をかけるわけよ。それが日本人らしいじゃないか。うん、ねえ。そう思わない？その片刃で。一振りにかけるっていう。その一振りのために数百人が命かけて作るっていうのは日本人らしいと思うよ。それを、その命より大事だっつって代々。だって何百年前、何千年前の刀が眠ってるんだよ。それをさ、海外に金持ってるからって言って海外に逃げちゃうのはちょっと悲しいよな。うん。いや、盾と剣が基本だよ。まあ本当のこと言うと槍なんだけどね。いや、金持ってる人がいたら変なね、おっぱい出してて可愛い可愛いっておっぱい見せてっていう生主に花火投げてる暇があったら、ポン刀の一本ぐらい守れよって思うけどね。うん、ね、西洋の方はね、要はね、魔法が込められてないね。日本人っていうのは物にね、念を込めるんだよね。魔法を込めるんだよね。だからね、何千年もね、すげえって言わせるんだよ。鎌倉時代とか室町時代のさ、時代、安土桃山とかの刀がすげえって言われてるんだよ。いやー、すごい。でも俺は、10万円で売ってる、あの、生倉刀、ね、に魅力感じてるけどね。全く鈍く光ってない。光すらしてなかったよね。こいつはよーっつって、おじいちゃんよかった。こいつはよーっつって。室町時代の刀で、織田信長の時代かねえなんつって食って抜いたら見事に生倉刀なんだからね。あれは俺の腰に来るべきだよね。うん、名前だけっていう。名前だけの日本刀、お前は俺に来いっつって。光すらしないっつってね。俺のところに来いこの野郎っつってね。ビカビカに磨いてやるわっつって。群馬の今どこにいんの？ね、どこだここは。リバーサイドにいるね、リバーサイド。群馬のどの辺なんだろうね、この辺は。もう酔っ払ってるからわかんないよ。飲も？飲む？飲まない？飲むか飲まないか決めて。飲むの？飲まないの？どうなの？まだあと、1時間30分以上時間があるけど、飲むの？飲まないの？どうするの？飲みたいの？飲みたくないの？それでしょ？話は。
どうするの？飲むの？飲まないの？飲ませたいの？飲ませたくないの？KP。ビールありがとう。匿名さん、KP。KP。ああ。いいね。VIP さんいらっしゃい。久しぶり。ああ。まあ、俺にはね、雑談っていう日本刀があるからいいんだけどね。トークっていう日本刀を、見えない刀を携えてるからいいんだけどね。今後伸びる生主の話よ。今後伸びる話。やっぱりフワッチって言ったらさ、アメリカ人とかさ、ドレさんとかさ、あの、荒野とか、トム・ソーヤ・池上とかさ、新人類が現れたわけじゃん。新人類から。何時から飲んでる？7時ぐらい。でもまだ2本半だけどね。まだ2本半だよね。8時。うん。8時ぐらいかな。いや、ええ感じですよ。ええ感じですよ。うん。どんどん値を酔わせてください。値を。飲もう、みんなで。今日は飲んでいい日だから。今日は飲んでいい日。飲んでいい日と飲んで悪い日があるから。今日は飲んでいいと思うよ。うん。飲もう、みんなで。みんな飲んでる。みんな飲んでる。金曜日だよ。花金だよ。合口とかさ、あ、脇差しでも切腹するようでしょ、あれ多分。違うのかな、何に使ってんのかな、あれって何、戦闘に使ってたのかな。歯がね、こんなもんしかなかったんだよね。俺は天才になりたい凡人だね。もっと言うなら凡人ではないの、天才になりたい器用貧乏だね。凡人とまではいかないんだよ。凡人ではない。ただ、天才ではない。天才ではない。天才に憧れ、目指し続ける、器用貧乏だよ。予備の方か。まあ、予備っつってもな、あんだけ長い日本刀取られてた切腹用だよな。そう、器用貧乏よ。うん。俺は、5年やってきて自分の才能分かってるよ。俺は脇役。いや、俺は脇役なの。俺はだから、あの、主役になれなくても、誰よりも、あれだね、あの、花形を輝かせる影でいたいね。うん、配信会で。て、勝てないよ。勝てないよ。勝てないよ。ただ、天才を作り上げるのは、天才を作り上げるのは脇役だからね。うん、わかる？光と影ですよ。俺は影なの。スポットライトが当たらない。分かる人に分かればいいの。名脇役になりたいね、俺は。うん。俺は名脇役になりたい。主役の花形ではない。好きな人は好き。うん。でも分かってくれる人が分かってくれたら俺は幸せなのよ。うん。いや、もうしょうがないでしょ、これは。持って生まれた星の下だから。うん。俺はそういう星だっていう。俺だって花形なりたかったよ。3年目ぐらいまでは。大手になりたかったよ。で、チヤホヤされたかったよ。ねえ。キャッキャキャッキャ、黄色いコメントだけ集めたかったよ。いいのよ。いいの。俺には俺のやるべきことがあるんだよ。俺は俺のやることをやるんだよ。俺は配信が続けられたらそれでいいから。俺は配信が誰より好きだから。うん。ただ、花形には花形の苦労があると思うの。要は花形って入れ替わるから。トレンドがあるから。脇役は強いぞ。脇役は強いぞ。どんな花形になっても脇役は生き残ると思うよ。力つけたらね。だから黒男好みでいいんじゃないの。俺はそう思ってるけどね。どうなんだろうか。うん、いいよ。うん。荒野とかさ、ね、ああいう風に光くんとか、てるちゃんぴんとか、ね、パーって咲く花があるんだよ。そう。
そう、雑草でいいですよ。雑草で。強いよ。うん。俺は誰よりも天才に憧れてるから、天才を見抜けるんだよ。わかる？誰よりも才能がないから、誰よりも才能を欲してるから才能に敏感なんだよ。わかる？だから俺は町山さんとか水道橋博士が大好きなの。わかる？水道橋博士はビートたけしになれないんだよ。でも天才を見抜けるんだよ。天才を語ることができるんだよ。町山さんは映画作る才能がないんだよ。でも映画を語らせたら誰よりも雄弁なんだよ。わかる？俺は町山さん、町山智弘さん、水道橋博士のああいう人がいる、ああいう業界の支え方があるっていうのが俺は好きだね。だんだん分かってきたね、うん、俺は若さで言ってない。みんな年齢書いて、ちょっと20代、30代、40代でもいいし、まあダイレクトに書ける人はいい。年齢書いてみて、年齢書いてみてよ。俺はここが武器だと思ってる。みんなの年齢書いて。絶対30代以上が多いはずの。こんなに愛、こんなに嬉しいことはない。年上に可愛がられてるんだよ。年上に可愛がられてる。すずめさんは45歳でしょ？どんどん書こう。年齢書いて。まあ、代でいいよ。30代とか。俺はね、年齢高い人が多いと思う、うちのリスナーさんは。それが嬉しい。それが嬉しい。なんだよ、うるせえな。うん、もしもし、なんだよ、今放送中なんだけどさ。おう、なんだよ。ね、かずみち作曲できるって言ってたじゃん、昔。昔だね。俺プロシンガーソングライターで食ってたんだよ、俺もともと。あ、そうなの？そうだよ、俺も。お前シンガーソングライターだよ、俺。じゃあ頼まい。何？作中はできるから。うん、なんかイベント買ってるじゃん、なんか歌の。はいはい、音の場ね。音の場。うん、でね、トップ取れたら半額あげるから。うん、私が作詞をするから作曲してくれ。ちょっとじゃあちょっとテストし、俺もう才能のないやつ組みたくないのよ。才能あるよ。じゃあ、才能あるん、わかる。じゃあ、じゃあ、俺が、ワンフレーズ歌ってって言ったら、ちょっと歌ってほしい。ボーカルやるんでしょ？うん。オッケー、わかった。じゃあ、何がいいかな。ボーカル入れてね。いいよ、いいよ。ワンワンの歌唱力知りたいから、ちょっと、大声で歌ってほしいんだけど、そうだな、ワンワンっぽい曲ってなんだろうな。リンゴ？え？ワンワン得意なジャンル何？リンゴ。リンゴ？あ、シーナリンゴ？うん。じゃあ、歌舞伎町の女王を、サビを大声で歌って。サビ何だったっけ？え、リンゴ好きなんだよね。え、じゃあ、リンゴの何が得意なの？ちょっと待って。うん。調べるから。調べる？いや、歌には自信あるから大丈夫。歌には自信あんの？シーナリンゴ。じゃあ今日か、もう明日からボイスレッスン通うわ。ああ、わかった。お前本気だな。俺本気なやつ大好きだわ。本気なやつ大好きだわ。私ダンス自分にも通っとるやんぞ。いや、分かってるよ。ツイッター見てお前の才能感じてるから。お前は確かにツイッターでダンス、あとでリツイートしとくわ。うちのリスナーにも見せてやるわ、お前のダンス。頑張るよでしょ。ああ、あれやばかった。お前の才能感じだよ、本当に。うん、うん。いや、頑張りは分かるでしょ。分かった。じゃあお前の曲作るわ、俺。作曲私にさせて。作曲？何？ あ、作詞、作詞、作詞。作詞は何？どういう系でいくの？ちょっと、あのね、相対性理論って、相対性理論ってメモって。
相対性理論わかるよ。うん。ちょっとじゃあ。ああいう感じのぬるい感じがいい。雪とか。はいはい、雪とかね。はい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 。相対性理論。オッケーオッケーオッケー。そういう感じの楽曲が欲しいのね。そうそう。わかった、任せろ。で、100万もらえるらしいから、50万は渡す。わかった。よし、共同作業でやろう。うん。オッケー、わかった。組もうぜ。俺はじゃあ、米津超えればいいんだろ？見解でやったけど、じゃあ明日から ボイトレ買えばいいのね、私はとりあえず。オッケー。じゃあ俺は米津超えるから、お前椎名林檎超えろよ。林檎余裕だわ。ああ、余裕だわ。じゃあ分かったわ。うん。オッケー。うん。じゃあ、とりあえず、よろしくね。うん。じゃあな、ブス。うん、はい。よし。はい、トークやろう。あ、ハッソモさんいなくなっちゃった。ハッソモさんいなくなっちゃった。うん。はい、お疲れっす。お疲れ。お疲れ、KP。KP。俺の帽子どこやった？そこにある。そこにある。帽子持ってきて。帽子必要でしょ。やっぱトレードマークだから新しい。うん。おやつありがとう。あいつありがとう。これ可愛くない？この帽子。どう？うん、かっこよくない？うん、かっこいいじゃん。うん。うん。いや、作れるよ、本当に。俺は。米津玄師超えるよ。米津玄師超える。鬼可愛いよね。椎名林檎のエッセンス入ってるから、俺も、うん。時の流れと空の色に何も望みはしないように素直に泣いて笑う君のそのままを愛してるゆえに私は君のメロディーやその哲学や言葉すべてを守り通します。君がそこに生きてるという真実だけで幸福なんです。はい。うん。お酒大好きだよ。俺はラブリー絶対歌うから。いや、ラブリー絶対歌うから、もうほんと。ね、のんちゃん。お酒、若彼氏頃のお酒の要素入ってるよね、俺。あれ？入ってる？うん。うん。いや、お酒入ってるでしょ。うん。あの、チャーミングな頃。うん。うん。もう本当に、ダンスフロアに、鮮やかな光だよ。うん、お疲れ様でーす。うん、いやもうほんとお酒、和土犬だよ、和土犬。ね、うん、あの PV もなんか良かったよね。バブルな感じするよね。バブルな感じ。うん、なんかバブルな感じする、お酒犬は。あー、こんばんは。こんばんは。お酒良かったよね。お酒は曲書くべきだったと思うよ、うん。あの世界観はお酒にしか出せない。なんかさ、でもスピッツとかお酒ってなんか昭和な感じしない？あれってさ、もう平成じゃないよね。平成のアーティスト歌えないよね。お酒とか、あのスピッツって。もう本当に、本当に昭和。昭和後期。わかりる？お酒飲んでないです。はい。お酒は飲んでないです。わかりるよ、みんな。お酒。うん。いや、飲んでないっす。うん。僕はお酒飲まない配信者ですから。酒飲む配信者大嫌いだから、俺。
酒は飲みませんよ。酒と恋愛禁止だから。飲酒とパチンコと恋愛禁止ですから、うちの枠は。うん、人を愛さない一匹狼なんで、ほんとよろしく。あ、親父のドキュメンタリー番組？小沢の？小沢健の親父って有名人なの？いや、今夜はブギーバックはいいよね。今夜ブギーバック好き？歌って。どんなんだか知らないの。今夜ブギーバック、今夜ブギーバック神曲だよね。あ、指揮者なんだ。今夜ブギーバック有名でしょ。うん、うん、波平さんいらっしゃい。今夜ブギーバック知らないやつ初めて聞いた。名曲なのにね。あ、じゃあ音楽一家なんだ、小崎んって。親父が曲書いてる可能性あるね。大事マンブラザーズ懐かしいね。うん、ワンワンちゃんのリスナーさんいらっしゃい。タコワンさんよろしくお願いします。うん、世界的な指揮者なんだ。へえ、知らなかった。へえ、頭痛いなあ。頭痛い。すごいよね、大酒飲んで。Life is a show time. すぐにわかるのさ。君と僕とは恋に落ちなくちゃ。夜が深く長い時を越え。そうそうそう、大事マンブラザーズ、そうだ。な、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと。昭和のアーティストはいいよな、歌だな。涙見せてもいいよ、それを忘れなければ。いいね、歌はいいね。ここにあなたがいないのがさみ。お茶俺にもちょうだいし。水でいいや、水ちょうだい。それ甘いの、そのお菓子。うん、うん、甘いのちょうだい。ここに、そう、これ何、これまんじゅう、何これ。イカホなんだこれ。 LR とか付き合ったんだ。なんだこれ、なんだこれ。うん、あ、うまい。あんこが入ってる、うまいね。うん、あ、お餅とあんこ練り込んでるわ。これなんだろうね、旅館のお菓子ってうまいよね。あ、素朴。卵ボーロとあんことお餅を練り込んだのを卵ボーロのあれ包み込んだ感じ。やっぱペース配分間違えた。残り30分でネタ切れっていう。よっしゃ、のりこ、
のりこ行ってみよう。なんでメイクしたい。なんでお風呂入るんだよ今から、うん、メイクすんの、うん、なんでメイクメイクワークするか。メイクワークしよう。あ、それいいじゃん。メイクワークしよう。ケミーキラー超えてできる、うん、やろう。のりこのメイクワークです。はい、のりこのメイクワークです。ここからはもうネタ切れなんで、じゃあちょっとこれ済ませて。うん、いいの、いいの。みんなのりこのメイクワーク見たい。のりこのメイクワーク、ケミーキラー超えるよ。伝説の化粧配信見たいの。伝説の化粧配信、うん、のりこのメイクワーク面白いじゃん。のりこのメイクワーク見ようよ。のりこのメイクワークいいじゃん、いいじゃん。よし、のりこビフォーアフター。いや需要あるでしょ。デラべっぴん見たいって。じゃあ俺ちょっと引っ込んでいい。俺ちょっと引っ込むよ一旦。のりこのメイクワーク、のりこのメイクワーク見よう。じゃあ俺ちょっとベッドルームに行くわ。ちょっと酒抜かないとあれだから、ちょっと入れ替わって、タバコ吸いながらでいいよ。こんばんは。もうちょっと正面の方がいい。何のスポット？いやー、そこ画角崩さないで画角。なんでこれでいいんだけど。違う。あの襖が入るのが嫌だから、うん。メイク枠だから。ハートありがとう。これでいい。こんばんは、皆さんこんばんは。まずじゃあね、髪の毛をね、これで。こんばんは、はじめまして。こんばんは。皆さんにメイクを教わりながら、じゃあメイクワークをやっていきたいと思います。うんね、メイクワークは需要あるから、これよし行ってみよう。よし行ってみよう。こんな感じで。温泉入ってないからまだ。え？温泉入ってお肌ツルツルじゃない。そう。温泉まだ入ってない。温泉入ってないまだ。ツルツルじゃない。でまず下地から。ベースメイクってやつですね。ベースメイク下地から、うん、じゃあ探していきましょう。うん、今日のテーマは何ですか？今日のテーマ。今日のテーマ。今日のテーマはハーフメイク。ハーフメイク最近覚えたい。ほうほう。それっていうかそれしかできないでしょ。あれ下地それしかやってない。下地がねないんだよ。下地どっか行っちゃった。下地クリームあれベースメイクできないの。ベースメイクあどっか行っちゃった。下地下地がなくなっちゃったな。で下地なくなっちゃったんで、とりあえずこれはこれはどこんだろう。これメイベリン。これメイベリン。大事だね。メーカー、メーカー。メイベリンです。メイベリンのその商品のどこがいいとか言わないと企業案件取れないから、はい、そう企業案件意識して。じゃあちょっとこれ使い心地をちょっと試してみます。ああいいね。メイベリンで。メイベリンの型番は型番。型番も言わないと企業案件取れないから、企業案件意識して。メイベリンの、うん、ドリームホイップカメラ目線ね、カメラ目線。ちょっとできない。
スムースなんとかっていうオークル1番ちょっと白目です。カメラ目線が大事、ちょっと白目ですから。でこれを塗っていきたいと思います。塗りましょう。で今回使うのはこのブラシで、これを手の どこのメーカーなの言わないと。これはちょっと分かんないメーカーこれぐらい。メーカーよく分からない、企業案件取れないと思うから、企業案件意識して。はい、じゃあちょっとつけて。資生堂意識して、資生堂。こういう感じで。缶の2個超えよ。こういう感じで。こういう感じでやって、あとは手でこうやって。全体的に伸ばしていきます。メイクは、ちなみにメイク歴どれくらいなんですか？メイク歴は20年です今いくつだっけ？今は47です。47 27歳までメイクしなかったの？あ、してたか、うん適当ですね、その辺は。ちょっと足んなくかな、ちょっとついでサバ読むからなうんサバ読んでるんじゃないですよ、しっかりね、うん、こういうとこもしっかりしっかりしっかり。しっかりしっかり。もうほらワンポイントとか言わないと。ワンポイントは、この今ハケでやるのが主流っていうか流行ってるんですよ。うん、このメイク、ファンデーションブラシ。うん、なるほど、そういうの大事だね。そう、こんばんは。ワンポイントね。で、そのブラシの使い方とかも言ってあげると。使い方はこの。筋肉に沿ってこうやっていったりとか、あとこう細かいところをこう塗り込んでいく、叩き込んでいく感じですね。そう、叩き込んでいく感じ。はい、ファンデです。ちょっと寝ぼけてるんですね。目はむくんでます。次は、次どれからいこうかな。あ、下地クリームありました。これいや、それをちゃんと下地クリームのメーカー言わないと企業案件取れないから、それも宣伝しよう一応ベースクリーム後から出てくるのちょっとし、あの、これはあのケイトの下地クリーム今出てきてちょっともう遅いんですけど、ケイトのこれはメイクアップベースですあった、こんな化粧動画見たことない。これ本当は先にこれ塗ってもらうと、このねファンデーションのノリがいい。そんなことってある、ケイトの、シークレット CC ベースっていう、このケイトの値段とかいくらで、その価格帯がどうこうとか言うじゃん、YouTuber で。これ色が、あの、カラーベースがあって、でこれは赤みを消す、このブルーの
だから実際これ先さっきに先にこれ塗るべきだったんですね。赤みが気になる部分とか、あとはそばかすとかシミとか、あとはなんていうんですかね、シミとかが気になるところにいいよいいよ塗っといたらいい、よかったです、ね、いや企業案件来るよ、はい、これ飲んだ次行きます、はい、次行きましょう、次はあライン誰ワンワンのんさん話だ、おうさんなんだワンワン今忙しいんだぞ、誰なんだ、え、のんちゃんだよ、のん、どっちののんちゃん、どっちののんちゃん、のりこののんちゃんだよ、うん、なでこののんちゃん、はい、なでこののんちゃん、なでこ、どっちののんちゃんですか、のりこだよ、のりこ、あんまりツイキャストフォーチみたいなのよくわからない、あ、ごぞぞのかぜさんですか、その、元かな、のりこだよ、あー、かぜさん、あー、よろしくお願いします、すごい尊敬してるんで、そう、竹串で刺しちゃうからね、うん、そう、竹串で刺すって言われた時はさすがに、ビビりましたで、のりこさん聞いてください、あ、今日は何ですか、和蔵さんに作曲、今イベントがあってるんですよ、フワッチで、うん、でも、やっぱのりこさんが嫌な気分になるでしょ、私だったら嫌な気分になるんですよ、あ、いいですよ、頑張って歌作ってください、50万、100万入るらしいんですけど、1位になったら。頑張って1位になる自信ないんで。頑張って1位になってください。だから、しかもブスって言ったらしいんですよね、和道が。あ、そうなんですか？それは失礼ですね。それ、彼女的に怒ってもらっていいですか？そんな失礼なこと言う。言うんじゃないよケンナコ、これどうやって切ればいいんだ、ええ、で、和道さんが私にブスって言ったんですね、あ、え、ケンナコでしょ、わーんて、聞いてますか、のりこさん、あ、聞いてるよ、あ、竹串で刺すんですか、私のことを、プスッと、今でも殺害したいという、あれはあるんですか、円髄のあたりをプスッと、こう番号教えてください、番号、はい、何の番号、電話番号です、電話番号教えてでしょ、ここじゃ言っちゃダメだ、今配信してるから、何ですか、配信中、竹串で刺すと言った発言、これもう全部動画に残すんで、うん、あ、それはね、住所と電話番号と、あと、あれでしょ、いつ何分何時にやるって言わないと殺害予告にはなんないんですよ、残念なことに、いや大丈夫です、担当がいるんで、あ、担当頑張ってください、担当者さん、自分電話番号教えてください、はい、電話番号、電話番号と住所とあと本名と、あと分かんないと、じゃあ入団します、番号教えてください、そっちはミュートにしても、こっちはちょっと今配信中なんで、これで配信乗っちゃうんですよ、じゃあミュート解除しました、
あ、メール返しましたか。番号教えてください。え、番号は言えないですよ。配信中に。言えないですか。じゃあ IP でやっていいですか。はい。IP で。IP？ IP で。IP は、IP っていうのは和蔵さんの IP で大丈夫ですか。いや、IP っていうのは、和蔵さん電話番号ないんですよ、あれなんで。あ、和蔵さん、え？ IP もこっち全部やれるんですけど。あ、IP、IP は、じゃなくて。あれですよ。ですよ、じゃなくて。どんだっけ？開示、開示、開示報告。ちょっと和蔵さんに代わってもらっていいですか？開示、IP 開示、書っていうのはあるんですけど、それ出せますか？はい、もう一回言ってください。IP 開示、いや、プロバイダー警察ですね。だからそれを、プロバイダー警察じゃなくて。そこで私散々言います、もう。東京の時から、東京に住んでる時からもう担当がいます。そう、IP 開示、請求っていうのを、やんなきゃいけないんですよ。はい。教えてあげますよ、それやり方。はい。請求というのはどういうことでしょうか。まずプロバイダーに、IP を聞くのに。で、今の録音は全部残しとけます。竹串刺しに行くぞって言いましたよね。それ全部録音は残しときます。それはだから、いつ何分何時に、録音は残しときます。あ、それは全部言ってます。刺すぞって言ったぐらいじゃ、殺人予告にはならないんですよ、残念なことに。あ、そうなんですか。でも、一応見せます。あ、どうぞ。はい。じゃあやってきますね。これ、今、ファンデーション塗ったんで、このファンデーションから今度は、これなんていうんだっけな、これ。シェービングしていきます。で、この頬のこのここですね、ここに縫う、こう縦に縫って、お父さんで、この顎のラインには塗らないで、この顎の下にラインに塗っていきます。今度は和田さん今いないんですよ。はい、警察に連絡していいってことですね、先に。あ、いいでしょ。竹串で刺すと言われたので。そうです。それ動画も残ってるので。そうですよ。言っていいってことですね。そうです、ね。お父さんにはちょっと変われないんですか？そう、あなたはまともじゃないよ。警察を使うのは私あまり好きじゃないんですよ。あ、配信で。ミューツの時にそうやって言ったんですけど、もうそのまま、そのままですよ。開示請求出してくださいっていう。だから教えてあげますよ、やり方。やり方っていうか、私は担当がいるんで大丈夫です。あ、担当いるんですか。はい。自分も担当いるんですか。東京にも宮崎にも担当います。はい。東京にも宮崎にも担当います。宮崎は関係ないけど。関係あります。東京なんで。こういう感じで、シェーディングしていきます。あとここ塗っちゃうと立体感がなくなっちゃうんで、今度は、この辺ですね。ちょっと和蔵さんに変わってもらっていいですか。ちょっと今、なんか用があるみたいで。用はないですよ、笑ってるんだから、止まるんで。シェーディングを塗っていきます。
じゃあ、ワードの住所ちょっと、ツイッターでお願いしますって、DM。じゃあ、とりあえず、プロバイダー、開示請求をして、それでね、プロバイダーで調べてやってください。画像の住所 DM お願いします。画像の何ですか？そこ画像の家じゃないな、でも。画像の本名ってなんだっけ？こいつさ、ナオポすぎてさ。次は、眉毛。次、眉毛描いていきます。これ。眉毛は、ちょっと、IP から言ってもらうわ。眉毛。眉毛は、そうですね。じゃあちょっと今日は茶色っぽい眉毛を使おうと思ってるんで、これですね。これなんだろう。どこのメーカーだっけな。和道さんに変わってもらっていいですか。これは、こっち、これ。ちょっと、殺人予告さん、ちょっと和道さんに変わってもらっていいですか。で、次は、眉ブラシ。眉ブラシは、これですね、眉毛。茶色の、茶色、薄い茶色かな？薄い茶色でこう、やっていきたいと思います。こういう感じで、だーっと。あ、切れちゃった。あ、切れちゃった。あ、切れちゃった。終わっちゃったの？切れちゃった。切れちゃったよ、もう。デローンって。ケンナオコが。ケンナオコはなんか怒ってたみたいな。竹串で殺人予告ができると思っている剣の子が、うん？大体そんなこと言ったらなんかもうみんな殺すぞ殺すぞって言ってみんな全員殺人予告になっちゃうからね。こういう感じで、ブラシでどんどん塗っていきます。茶色、もうちょっと濃い茶色の方がいいかな。もうちょっと一段階濃い茶色。はい。でグラデーションつけていきたいと思います。こっちもグラデーションをつけて。したいと思います。こんな感じで眉毛が眉毛はね、雑にこう描いといて後から修正するっていうのができるんで、これですね。はい、次ここで出すのがこのコンシーラー。これはどこかな、どっかのメーカーです。忘れました。今日ちょっとスポンジとか忘れちゃったんでね。出先なもんで。こういう感じで
はい、上も上の眉毛も コメントも拾わないと思う。あ、そうか、うん、こういう感じで。これは、今週え？綾瀬はるかに似てるってコメントとか拾ってあげる。あ、ほんと？こういう感じでコメントが早くて、こういう感じで、綺麗に。これペンタイプの本シーラーなんですけど、これすごい便利。これもこっち側の眉毛も同じようにこう整えていきます。こうすると、綺麗な形の眉毛が完成しました。次は、これはどこかな、後世のパレットを使っていきたいと思います。今日は、薄い色から塗っていきます。白と、ブルー、薄いブルーと、ブラウンです。これは、一番薄い色、よいしょ、白いの塗っていきます。はい、これは目全体にこう塗っていきます。なかなか色が分かりづらいんですけど、目全体に塗っていきます。ブラシのセットどこやったっけな。はい、こっち側も同じように、塗ってきます。明るさがね、こっち側が光が来てるから難しい。あ、こうやると見えなくなっちゃう。はい、こんな感じでできました。次はももい香りってどうやってやるんだっけ。ちょっとムラができちゃいましたけど、はい、次は、アイホール。アイホールは、これで描いていきたいと思います。で、一番暗い色で、まぶたの二重ラインダブルラインを引いていきます。
もまぶたにダブルラインを引いていきます。じゃあ左目、黒のベース忘れてる。黒のベース、はいはい、忘れました。でちょっとこの辺はまたちょっと修正します。面白い。忘れましたって何。これはまたさっきのコンシーラーで目の際を白く描いていきます。ちょっとちっちゃいブラシとか忘れちゃったんで今日は手で頑張ります。こんな感じです。ちょっとね、わかんないね、自分でちょっとよく見えないから、ね、はい、でダブルラインもぼかしていきます。はい、こんな感じです。こんな感じでできました。とそしてちょっとこの辺にラメを、ツヤ感を出したいのでラメを入れていきます。はい、次は、いろいろね、持ってくるものを忘れちゃった。色とかないんですよね。はい、じゃあ次はこれ。チーク。チークはじゃあ大きいこのチークブラシで。メーカーとか値段とか言わないと企業案件取れない。これは100均のふわふわっていう感じの200円です。これはこの縦に塗ります。縦に企業案件でしろ。さっきシェーディングを塗ったとこの上に斜めに塗っていきます。資生堂を狙おう。資生堂ですね。はい、これはどこだろう。このチークはキャンメイク、プチプラのキャンメイクですね。これは01番のピンク色です。はい、色が目立たない、ちょっと目立つように濃いめに塗ります。
本当はふわっと乗せるぐらいでいいと思います。はい、こんな感じでできてきました。次は、アイライン引いていこうと思います。アイライン、これはお湯でつるっと落ちるっていうやつですね。これもちょっとメーカー忘れちゃいました。どうだろう。できるだけ目の際に細く入れていって最後はまっすぐ。三角形を描くように意識して入れていきます。こっちも同じようにして目の際に、よし、よし、まっすぐ、まっすぐ行かない、まっすぐ行かないときは反対側から、よし、スーッと、スーッと、スーッと、三角形を意識するような感じで塗っていきます。はい、これでアイラインは終了です。あとはマスカラが今ないんで困ったな。マスカラ持ってきてないんで、次は、じゃあリップをやっていきたいと思います。ちょっとふっくらさせてみたいリップなんですけど、これはチフレの、ライトベージュ。まずはチフレのライトベージュでぷっくりリップを作るコツをやっていきたいと思います。なんだろうな、このこの位置が短いのが嫌なんで、ちょっとオーバーめに、オーバーめに、オーバーめに、はい、こっちも1ミリぐらいオーバーめに、はい、行きたいと思います。はい、はい、これリップラインの、リップラインが一応完成しました。次は、唇になんですけど、じゃあ今日は思い切って、赤リップをやっていきたいと思います。これは、レブロン、レブロンの落ちにくいやつですね。これティントマットのやつです。はい、いきます。
真かこれは。こういう感じです。赤リップができました。で次はデヴィ夫人に似てる。あデヴィ夫人どうだったっけな。あなたたち、あなたたちそんなことばっかり言ってるとっていう感じ。似てないの。デヴィ夫人はまだ練習中でした。でちょっとツヤ感を出したいのでこのグロスで仕上げたいと思います。はい、ツヤ感が出ましたでここでさっきちょっと作り忘れちゃったんですけど、ノーズシャドウ、ノーズシャドウ入れていたいと思います。ここはちょっと三角目に入れてこうぼかす感じで、はい、こことえアイテム、あアイテムビールありがとうございます。 KP はい。でちょっとホワイトもないので、さっきのこっちの名の白ホワイトを使っていきたいと思います。これは後世のホワイト、これを鼻筋に鼻にちょっと塗るぐらい、ちょんちょんと。あとは、ブラシがないのでブラシはどこに忘れてきちゃったんだろうな。ブラシセットを買ったんだけど100均のちょっと忘れてきちゃった。できてきましたね。次はですね、唇によいしょ、ツヤ感をまたさらに立体感を出すのにこれでいいか。これでこの辺もこの辺にのせて、下は逆に立体感を出すのにシャドウを入れます。はい、こんな感じでできました。でちょっと今なんだろう、アイシャドウがないのでこんな感じで終了です。はい、こんな感じです。はい。ちょっと広角レンズみたいになってる。こんな感じです。は
はい、メイク終了しました。パチ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 。5分ぐらいメイクのコメント拾っておきたい。はい、メイク質問の Q&A 先生から。はい、じゃあメイクの質問ある方ありがたや口紅が濃すぎて昭和のメイクになってる。こいつが隣にセクシーありがとう。あ、ハートありがとう2位はちょっとね、今日道具持ってきてなかったんで残念な感じですけど、ブラシと下地はちゃんとやった方がいい、いいですね。もうちょっとだけ角度下げようか。はい、こんな感じ。今日使ったのはレブロンと、レブロンとこれはどこだろうな、レブロンとコーセーが多かったです。あとこれはチフレ。だいたいこれは薬局とかに売ってるプチプラプチプラブランドです。プチプラブランドっていうのは、あ、プライス、プチプライスの略でプチプラってよく呼んでます。あ、桜、あ、すごい、桜ありがとうございます。これなんだろう、桜お花見かな。5000円で、すごい、ありがとうございます。特命さんありがとうございます。そうですね、プチプラでも頑張って、今プチプラで頑張ってる練習をしています。だいたい100均で買ったりとか、ブラシは100均のすごいいいのが入ってるんで、100均のブラシを使ったりとか、あとはドラッグストアの売ってるレブロンとか、あとはそうですね、そういうコスメを主に使いました。唇のしかセクシーにできました。のりこ流のワンポイントはどこですか。のりこ流ワンポイントは今日はこの辺です。頑張ってリップをやってみました。立体感のあるリップを作りました。唇がセクシーって、ああまた、桜花火かな、これは。桜花火ありがとうございます。特命係長さんありがとうございます。頑張りました。じゃあビール少しだけ KP します。飲めないけどね。飲めないんですけど頑張ります。桜と桜のハートもいっぱいいただいて、半分ぐらい KP します。じゃあリスナーさんと、あーちゃんもなくなっちゃうんでこれ飲んじゃいますね。あのね、喉を開いて飲む、流し込む感じ。よし、頑張ります。このビールをガッと流し込む。半口ぐらい、ん、グッて喉で飲む。シュワシュワしますねこれは。うん、シュワシュワする、喉がシュワシュワする
KP、KP、KP。スーパードライだから辛口だから、うん、ちょっと喉のアタックが強いから、こうガッて飲んで、こうビリビリを感じて。こんばんは。ガッて飲んで。ハッサクさん。無理してガッて飲んで、ガッて。一口グッと。47歳です、KP。グッて飲む。半分ぐらいでいいよ、それ。一口をグッて飲む。うん、喉で飲む。なるほど。これはアタック。スーパードライ。ワンワンさん頑張って枠取ってくださいね。はい、KP。妖怪同士頑張りましょう。こういう感じでできました。今日はハーフメイクでした。皆さんご視聴ありがとうございました。もう8分だけやったよ。もう8分だけ頑張って。もう8分、6分とか8分つないで。あと今日忘れちゃったのがファンデーション。のりこ Q&A のコーナー。 Q&A 竹口ののりこ。さっき使ってたのが大きいこのふわふわのやつ、この100均のすっごいふわふわで、あ、ワンワンから。こんばんは。警察署から電話番号教えてと言われてるんですけど、お願いします。あ、それはちょっと言えないですね、ここでは。なんですか。あ、じゃあミュートにし大丈夫ですよ。私放送中じゃないんで。殺害予告、あ、この放送全部残しておいてくださいね。これミュート、あ、ミュートで OK です。あ、これダメだって。これ、撮影、あ、撮影中っていうか、これ。これ YouTube 残っちゃうんで、ちょっと今これ、撮影中なんでダメなんですよ。あ、じゃ、じゃあ LINE かなんかで OK です。あ、じゃあ後で LINE 送ってください。後でなんか今すぐ。今すぐ？今すぐはちょっと困るんですよね。配信の邪魔してられると困るんですよ。配信邪魔じゃなくて、こっちは配信邪魔されて切ってるんですけど。何の邪魔ですか？なんか邪魔しました。警察、とりあえず、電話番号の方を、早急にお願いします。だから、今配信してるから、今は、できないって言ってんの。じゃあ配信切って。なんで配信切んなきゃいけないの？じゃあ LINE で送れっつってんだよ。LINE はできるだろ？聞いてんだからそっちから送ればいいじゃん。はい？そっちから聞いてるんだからそっちから送ればいいじゃん。あ、わかりました。了解です。どちらに送ればいいですか？和道さんの方に送ればいいですか？じゃあ、ツイッターの方ですよね。どっちですか？のりこのツイッターに送っといてください。のりこ。のりこって検索すれば出てきますか？出てくると思うので探してください。のりこ検索。出てきませんね。じゃあ誰かの、あ、和道さんを、フォローしてるんで、その中から探してみてください。出てこないんですけど、のりこさんじゃ。こはひらがなですか？全部ひらがなで、のりこって書いて、最後にピーって書きます。のりこピーですか？アルファベットの P ですね。
丁寧のりこピーナッツのりこピーさん、これかな、え、アットマーク FI が頭のやつですか、え、アットマーク FI？ あの、料理配信とかされてる、いや、それじゃないと思いますけど、あれ探しといてください、あると思うんで、いや、もう警察署にすぐ電話番号の方をあれしろって言われてるんで、すぐって言われても今こっちは用があるんで、そっちの都合に合わせるのことはできないですよ。いやいや、警察の方が先なんで。なんで警察の方が先なんですか？すいません、私の用事の方が先なんですよ。私の方が被害者なんで。被害者っていつ決まったんですか？いや、もう昔から動画を全部撮影してますから。あ、録画してますから。被害者っていうのは、ワンワンさんの個人的な意見ですよね。言ってる意味がわからない。なんか被害を受けたんですか？え、ちょっとミュートにして番号教えてもらえませんか？私別に放送してないんで。いや、なんか被害を受けたんですか？いや、あの、竹串で刺すぞみたいな感じで言ったじゃないですか。これ動画残してくださいね、全部。言われただけで被害は何も受けてないですよね。被害は受けてませんけど、それは殺人予告になりますからね。これ動画残してくださいねって言ってんだよ、ババアが。予告っていうのは、いつ何時何分にあなたをどこどこで殺害しますよっていうのが殺害予告っていうんですよ。あなたはそれを全然分かってないんですよね。はい、分かりました。担当いるんで大丈夫です。番号教えろって言ってんだよ、番号。だから今配信中だからできないって言ってんだろうか。あ、ミュートにしろって言ってんだよ。頭悪いのかってめえ。なんで人の配信をミュートにしなきゃいけないの？これ私の番号じゃないんだけど。話題に変わって。だから今いないって言ってんだろ。笑ってるじゃん、隣で。知らねえよ。なんで電話番号もせえ、電話番号ないの？まさかなんぼ？だからなんで教える義務があんの？いや、警察が教えてくださいって言ってるから。それは任意でしょ？任意でしょって意味がわかんない。警察が。だから任意で教えろって言ってんのになんで教える義務があんの？なんかこの動画残しとけよ。で、自分でじゃあ動画録画すればいいじゃん。やばくない？この人。やばいのはお前の顔だろうが。やばいのはお前の顔だろうがって。配信中だから邪魔しないでください。我慢声言ってたろ。営業妨害です。のんちゃん可愛いもんね、確かに。のんちゃん超可愛い。うん、よく言われる。超可愛いもんだ。あ、桜花火ありがとうございます。桜吹雪ありがとうございます。のんちゃんかわいい。うん、よく言われる。うん、で、じゃあミュートにして番号教えて。だから今はできないって言ってんの。花火ありがとうございます。さゆきさんありがとう。いつはできるの？かわいいのんちゃん。だからツイッターで探してください。ツイッターの ID を貼って。貼る？どんだけ重弱だよ、マジで。
じゃあツイッターはフリップ52の3224です。フリップってなんですか？アルファベットでフィリップ52の3224。アルファベットでフィリップの誰か書いて言うばかだから。でこれでいいですね。もうタイムシストで後で調べてください。のんちゃん、のんちゃん、のん、うん、うん、の、出てこないわ。あ、DM 来た。のりこ P だな。のりこ P。これですね。あ、OK です。あ、今 DM 送れました。はい。返してください。はい、じゃあさよなら。さよなら、かっこいい、あれです。何？何じゃなくて。だから番号にさす。番号にさす。別にさらさないやつそこもバカじゃないから。来ていいよ。あとは警察だから。はい、じゃあさよなら。うん。はい、終わりました。ということでこのふわふわの100均のこれがフェイスブラシなんですけど、これをこうやって、ファンデーション。これ本当は、リキッドファンデーションの後に、このファンデーションを、こう、全体的に、こうやって塗っていくんですけど、このリキッドファンデーション。最初にこの子、下地、ケイトの下地をやってから、この、なんだっけな、メイベリンの、これはなんだっけな、ファンデーションを塗って、で、その後に、これ、粉で、こうやって、ふわ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 っと押さえていくんですよ。で、その後に、最初、眉毛を描いてっていう感じでしたね。じゃ、今日は、ありがとうございました。じゃ、和道さん。はい。どうぞ、メイクワーク。メイクワークの感想。メイクワークの感想は難しい。YouTube は誰見てるんだ ?YouTube、好きな YouTuber 言うな。好きな YouTuber はマリリンさんをいつも見て研究してます。マリリン。そう。マリリンさんが先生なの。そう、マリリンさんが先生です。おー、なんかアイテム来たよ、のんちゃんのために。ほら。はい、お礼だけ最後。あ、ハラミありがとうございます。うん、ありがとうございます。うわ、お疲れ。あ、ビールもうないの、うん、もういいか、もう飲まなくて。もうあれ、ちょうど酔い冷めてきたわ。うん、ねえ、のんちゃんのメイク枠どうだった？何点？のりこのメイク枠が70点以上なら、ちょっとね、1週間に1回ぐらいね、ユーチューバーみたいなね。のりこのメイク枠どうだったの？頑張って。うん。ユーチューバーみたいに頑張ろう。120点だって。やったー！すごい。のんちゃん出番。あ、すいません。はい。何ですか？なんでお前なんだよ。え？和道じゃねえよ。和道じゃねえよ。何、和道じゃねえよ。LINE 送った。LINE 送ったから、LINE 送った。LINE 送った？番号送ってきて。わかった。
から送ってこいよ。あ、切れちゃった。LINE？ ないんだけど。ラインもないんだけど。どうやって探すの？違うとこに送ってんじゃねえの？あのバカ。ありません。どこにもありません。どうやって出ればいいの？あつ、あの、あれ、あれだわ。あの、なんだっけ、キャス？これ、キャスじゃなくてなんだっけ？ツイッター？ツイッターじゃなくてなんだっけ、これ。ツイッターにもないんだけど。ツイッターじゃなくてなんだっけ、これ。これ？配信サイト。配信サイト？じゃあ、ツイッターに送ったはずなんだが。ふわっち？ふわっち。ふわっちに開けてみな。間違ってるってことか。間違ってるよ。わかったよ。なんで ID 貼って、上に。え？ ID 貼って。ID は貼れないよ。だから、さっき言ったから、タイムシフト見ろって言ってんの。タイムシフト今から見れんだろうが。で、後で見ろ。うん。終わった。勝ったの？勝った。俺は勝った。ノーは勝った。ワンワンってこんなもんだった。だからね、何年やっても俺の格下なんだよ。何年やっても俺を超えることができないんだよ。本当に。そう思わない？ダメだな、リスナーにも。ダメだ、ほんと。ダメだ、ほんと。リスナーにも、リスナーに突然負ける配信者見たことある。リスナーに突然負けるとか、雑魚すぎるでしょ。だからいつまで経っても真ん中ら辺の下の方をうろうろしてんだよ。金魚の糞みてえにヨッサンにつきまとってさ、ヨッサンのネームバリュー使ってあんだけしか閲覧稼げないとか恥ずかしいと思った方がいいよ。ヨッサンの名前を使ってヨッサンファミリー名乗ってて、ひまわりのリスナー取り込んでねえとか相当問題だからね。雑魚すぎるでしょ。雑魚すぎる。うん。ダメでしょ。どうなん？のりこに勝てるわけねえじゃん。のりこに。うん。何？ワンワンは何？のりこと戦争したいの？うん。今まで何やってきた？誰を葬ってきたの？のんちゃんは。過去10年間のリスナー歴で、どんなことやってきたかちょっと教えて。武勇伝。武勇伝。八十八発。88発ミュウツーをフルボッコにしたでしょ。うん。あとは？高橋が消えていった。高橋って誰？変な絵の。え？顔のこれなんだっけ？うん。コラボに突出してきた。あ、ねえ。のりこは最強だよ。のりこは。あった。ねえ。のりこにワンワンごときが絡めるわけがないんだよ。
正直リスナーさんからしてのりことワンワンだったらどっちが勝つと思うの？のりこ VS ワンワンの対マンつうかもうこのなんつうのネットバトルだったらどっちが勝つと呼んでるのみんなは。もし一点張りするならどっちかにオッズをかけるとしたらどっちにかける？全財産かけるとしたらもう余裕でのりこでしょ。余裕で100ゼロでしょ。うん、賭けにならないよ、賭けに。うん、100%のりこだよね。うん、のりこ最強伝説だから。うん、ワンワンに説教した方がいいよ、ワンワンのリスナーは。のりこはやめとけって。うん、美貌でも勝てないし、ね。美貌でも勝てないし、高学歴だから、のんちゃん。収入でもワンワンは勝てないし、ね。もうすべてにおいてワンワンは劣ってるんだよ。すべてにおいて。うん、美しさ、強さ、財力、そしてリスナーさんからの支持率。うん、いや、じゃあ、表しは俺が対処するわ。のりこがワンワンとやって、表しが出てきたら俺が対処するわ。和道さん、売名させてくださいとか言って。バカじゃねえの。なあ。寝てたよな。ピンポンになったのな。うるせえよっつって仕方だよな、表しなんかな。表しとかワンワンとか束になっても怖くねえんだよ。分かりる。分かりる。分かってないね、ミレイっていうやつは。うん、のりこの美貌に気づいてないんだよ。もう、表しとかね、もうね、もう、遠く及ばないところにいるから、プリンセスガーデンに、突起することすらできなかったんだよ。ロハコのベロチューとか元祖だよ。元祖俺だよ。人のネタパクってる配信者に先なんかねえよ。なあ、表しロハコベロチューとかもうサブイボだったわ、サブイボ。ね、後輩のネタパクるとかもう配信者としては恥ずかしくないの。俺ロハコさんとベロチューしたのもう2年ぐらい前だから、デビュー2年目だから、2年前の芸をパクるとかもサブすぎるでしょね。後輩の2年目の後輩のネタパクって神回とか笑わせんね、ほんとに。サブいわ、ほんとに。もうニコ生で一生やってろって感じだよね。なあ、叫んでんな。うん、浴衣はこの後着るよ。この後着るよ。リスナーに殺害予告とか、お前なあ、竹串で刺されるとか意味わかんないでしょ、本当に。うん、いいんだよ、閲覧減ったって。閲覧気にしてねえわ。リスナーさんと絆があるから、俺は絆があるんだよ、リスナーさんとの。分かりる。そんなことよりもね、俺婚約に露天風呂行きたいから、そろそろ露天風呂行っていいですか。露天風呂、お風呂タイムが待ってるんですよ。お風呂タイムが、ワンワンには申し訳ないんですけど、お風呂タイム行っていいですか。お風呂タイム、俺はのりこと向き合わないといけないから、のんちゃんと。ねえ、のんちゃん、うん、ちょっと今後のことを話し合わないといけないんだよね。会議があるから、会議ね。リスナーさんとの絆があるから、詐欺とかでは揺るがないね、鉄の絆があるから。俺はリスナーさんと、そんなね、過去のことでね、ぐちぐち言うような小さいリスナーはうちにはいないから。わかる、深夜さん、甘いんだよ、そういうの。過去に犯したこととかでグダグダ言わないから、そういう小さいリスナーうちにはいないから。心の広いリスナーさん今しか見てねえから。行ってくるよ。うん、行ってくる。浴衣姿はじゃあツイッターにあげようかね。ツイッターに、うん、そう、しゃあね、過去は消せないんだよ。間違いない、過去は消せない。結構お金使ったね。うん、はい、はい。あ、温泉か。あ、はい。
なんて貸切露天風呂の準備ができました、ね、貸切露天風呂でちょっと語り合ってくるわ。みんなありがとうね、たくさんアイテムありがとう。じゃあ今日の放送これで終わりにします。皆さんありがとうございます。明日また放送開くんで、もしよかったら楽しかった人はフォローよろしくお願いします。僕ね配信結構頻繁にやるんで、みんなの睡眠の邪魔したくないんで、フォローだけで大丈夫です。通知登録は大丈夫です。それでは皆さんありがとうございました。楽しかったです。お疲れ様です。ありがとうね。よい、ね。